平均して地球の海水は毎年 3.5 ミリメートルほど上昇しています。浮き輪が買いたくなりますよね。いつか水の中で生活する日がやってくるのでしょうか。実は人間はそのような環境に適応できるという証拠があります。東南アジアに住むバジャウ族は進化で脾臓が肥大しました。脾臓は酸素が豊富な赤血球を貯蔵する器官です。このような細胞が血流に放出されるとダイバーは水中で長時間息を止めることができます。そのためバジャウ族は最大780メートルの深さまで素潜りできます。水中で暮らすためには熱の損失を抑えるために体を大きくする必要があります。大きければ大きいほどより多くの熱が作られます。また深海を泳ぐには水かきのある手足も必要です。最終的に2本の足は不要になるためくっつくでしょう。そして目がよく見えるように目も大きくなるかもしれません。考えてみるとまさに人魚のようじゃないですか。科学者たちは人間が空を飛べる可能性についても調べてきました。空を飛ぶ生き物は飛ぶために適切な体の大きさと代謝を持っています。私たちは摂取する食物や水からの燃料を使用して地面から浮き上がるのに十分なエネルギーを作り出す能力を持つ必要があります。例えば鳥は非常に高い代謝を持っており、体のすべての機能が早く行われています。なんとハチドリの心臓は1分間に1200回も鼓動を打つんです。ちなみに人間のスポーツ選手の心臓は早くて毎分220回しか動きません。そう考えると飛ぶのは不可能ですよね。人類には翼を生やして飛ぶことを学ぶ選択圧がかかりません。飛ぶためにはより小さくなり骨密度を低下させ筋肉量のほとんどを失う必要があります。また十分軽くなるためには歯も手放さなくてはなりません。さすがに嫌ですよね。腕が翼になってしまったら今まで通りに手を使うことができなくなります。つまり私たちは今の自分自身の不器用なバージョンになるだけ。そして別の翼を生やすのには骨格と筋肉の構造が何百万年もかけて根本的に変化する必要があります。太陽系の他の惑星に人間が住む可能性は絶対にありえないわけではありません。どの惑星に植民地化するかによって特徴も大きく異なります。地球よりも太陽からの距離が遠い惑星に住むとなると私たちの目は大きくなります。光が少ないのでちゃんと見るためには大きな目が必要なんです。さらに地球を保護してくれるオゾン層の外にある有害な紫外線放射から身を守るために肌の色がより濃くなる可能性もあります。宇宙線の影響に対処するためにまぶたは厚くなり鼻骨もよりはっきりすることだってあるかもしれません。奇妙ですが他の惑星の重力は地球よりも弱い可能性が高いため、あらゆる方向から飛んでくる宇宙ゴミから目をより保護するために横向きにまばたきをするように進化する可能性もあるでしょう。他の惑星に住むと鼻孔が大きくなるかもしれません。新しい世界では酸素が不足している場合、より簡単に呼吸できるようにする必要があります。また潜在的な放射線から頭部を保護するために髪は太く密になるでしょう。例えば火星では平均して地球よりも40倍から50倍もの放射線があります。多くの技術を活用することになるでしょう。スマートウォッチやメガネの代わりにより小さくて精巧なガジェットが登場したり、通信コンタクトレンズのようなものが現れるでしょう。ヘッドホンの代わりに小型の骨伝導装置を耳の上に埋め込んで使用するかもしれません。今から1000年後に人々がどのような外見になっているのか科学者たちにもはっきりとは分かっていません。しかし以前の進化のパターンに基づいて予測することはできます。中世では人間の平均寿命は35歳でした。つまり彼らは一生懸命働き、若いうちに子孫を産まなければならなかったということです。最近では平均寿命が2倍以上になり、100歳、110歳まで生きる人が増えています。それよりも長く生きることになることは容易に想像できます。体の大きさはどうでしょうか。すべての動物は時間の経過とともに大きくなるように進化してきました。その傾向は恐竜、クジラ、馬、そして人間にも見られます。400万年前の私たちの祖先は小さく、身長はわずか120から150センチメートルでした。
身長が伸び続けているのは主に栄養が改善されているためです。同時に私たちの遺伝子も進化しているように見えます。いくつかの研究では身長が平均以上の人はより有利なもしくは有用な遺伝子を持っている傾向があると言われています。しかし背が高くなるにつれて私たちはより弱くなります。過去200万年の間に私たちの骨格は軽くなりました。それは日々の生活でより多くの道具を使うようになったためです。また農業が発明されて以来人々は活動的ではなくなりました。そのため骨密度は低くなっています。さらに最近はデスクで過ごす時間が増えているため骨の構造が完全に変化し姿勢も変わる可能性があります。とはいえ長身の傾向がいつまでも続くわけではありません。一定の身長以上に大きくなることはできないんです。巨大な体の組織にかかる圧力は一般的なサイズの体にかかる圧力とは異なります。私たちの体が大きくなり続けた場合形も変わる必要があります。心や性格に劇的な変化が見られる可能性もあります。過去600万年の間に人間の脳のサイズは約3倍になりました。この傾向は続くと思いきやおそらくそうはならないでしょう。驚くべきことに私たちの脳はむしろどんどん小さくなっているんです。研究によると人間の脳のサイズは農業が発明される直前の約2万年前にピークに達しました。その後人間の脳は小さくなり始めましたがその理由は明確になっていません。一説では人々が農業を始めてより多くの野菜を食べるようになった時脂肪とタンパク質を見つけるのが困難になったと言われています。脳を成長させ大きいまま維持することがより困難になりました。また私たちの脳は多くのエネルギーを必要とします。脳は毎日使うエネルギー量の約 20% を占めています。私たちの性格も進化し続けています。古代の狩猟採集民ほど攻撃的である必要はなく社会的な関わり方も異なります。当時人々は遠くまで移動したり長距離を隔てた相手と通信することができなかったので彼らにとっての親密な関係は自分の地元の人々や部族のメンバーだけでした。現在は世界中を旅したり電話で話したりするのはもちろんパソコンでチャットができ必要なだけ転職しオンラインでデートすることさえできます。それが人間をより外交的でオープンでまた寛容になるよう促しました。また世界中の様々な文化に適応できるようにもなりました。約30万年前地球には9種の人類が歩き回っていました。残りの8種は気候変動により絶滅した可能性があります。今のところ私たちだけかもしれませんが新人類が将来存在しないとは言い切れませんよね。しかし私たちは物理的な距離で隔てられていないので新しい人類が存在する可能性は低いです。異なる種を持つためには人々は孤立したグループで進化する必要があります。遺伝学は現在起こっている現象をグランドアベレージングと呼んでいます。世代が進むにつれて私たちはますます似てきています。世界の人口は混ざり合い母国から離れて子供を産んています。時間が経てば人類は均質に見えるようになるでしょう。誰もが今目にしている様々な外見的特徴の平均になります。人間は未加工の食べ物をよりしっかり噛むことができるように大きな顎を持っていました。最近では顎は小さくなり32本の歯すべてを収めるスペースがなくなってきています。そのため厄介な親知らずを抜かなければなりません。科学者は私たちが持つ歯の数は変わらないと言っています。しかし食生活を変え続けさらに柔らかい食べ物に切り替えると顎は小さくなり歯がさらに密になります。親指は大きくなっているのでしょうか。一部のデータでは中には親指が過度に発達している10代がいることを示唆しています。それはあまりにも長い時間ゲームで遊んでいるからです。彼らの親指の筋肉は頻繁に使用されて発達しましたがこれは遺伝的特徴ではありません。例えば親指の方が大きい人は将来この特徴を世代に引き継ぐことはないんです。とはいえ将来的には全てが親指になる可能性というのは否定できません。皆さんの脳には天の川銀河の星の数より多くの神経細胞と神経連絡が存在します。全てを数えようというなら3000年ほどかかるでしょう。
数えるのが面倒だという皆さんのために、脳内にはおよそ1000億のニューロンが存在します。脳自体が痛みを感じることはありません。痛みの中枢は存在しますが、脳は痛みの受容体を持ってはいません。頭が痛いと感じるとき、脳の周りの神経、組織、血管のおかげで痛みを感じます。人間のラムまたはワーキングメモリーは、基本的な会話、ネットサーフィン、犬を撫でるなどの日常的な活動を行うために必要不可欠な機能です。人間の最も強い感情的な記憶は大半が偽物です。たとえほとんどの詳細が頭の中ででっち上げられていたとしても、メインメモリーのおかげで我々は全てを正しく覚えていると確信を持てるように仕向けられています。笑ったり考えたり、何かを見たり夢見たり、動いたり体を動かして活動したりすると、小さな電気信号と化学信号がニューロンの間を走ります。こうすることで、ニューロンは世界中の全てのスマホが処理できる量以上の情報を作成し送っています。屋外で腰を下ろしていて、足に昆虫が乗ってきたとします。皮膚に存在する感覚ニューロンが衝撃の時速193キロで脳へとメッセージを送るでしょう。すると脳は素早く足へと虫を振り落とすようにメッセージを送り返します。この情報の転送速度はさらに高速の時速320キロです。我々の脳は短期記憶の中にたった7ビットしか保存しておくことができません。脳をスマホの容量と比較しようなどとは考えないでください。2005年代の携帯と比べたとしても無駄です。これこそ皆さんが携帯番号すら覚えていることができない理由です。我々の短期記憶は黒板のように機能します。情報を保存しておくこと自体はできますが、遅かれ早かれ容量不足に悩まされるでしょう。ワーキングメモリーの容量を確認するにはテストに挑戦してみてください。友達に10の単語のリストを作成し、口に出して読んでもらいましょう。ほとんどの人は多くて10単語の中7単語ほどしか覚えていることができません。共感覚は音楽を味わったり色を聞いたりできる珍しい特殊な能力です。2000人に1人がこのような能力を持っているとされています。基本的な五感は味覚、触覚、視覚、聴覚、嗅覚ですが、人間はそれ以上の感覚を持っています。固有受容とは、目に見えなくとも自分の体の部分の位置を感じ取ることができる能力です。例えば腕が体の後ろに位置しているとき、皆さんは腕が後ろにあることを自覚することができます。皆さんがもしタコだったら、このように自覚することは不可能です。タコにとっては目に見えなければ腕が存在するということは理解できません。平衡感覚とは、つまりバランス感覚です。人間には身外受容も備わっています。身外受容とは、痛みを感じることができるということです。時間感覚というものも存在します。その名の通り、時間の流れを感じる力です。動物界にはさらにそれ以上の感覚が存在しますが、人間はこれらの感覚を持ち合わせていません。人間は記憶の一部だけを思い出すことはできません。友達が先週着ていた T シャツの色などの一つの情報を思い出そうとするとき、人間は他の詳細まで一緒に思い出します。例えばその友達に会った場所、その時に話していたことなどなど。記憶を保管しておくのは海馬と呼ばれる部分で、海馬は大抵細かい情報などの記憶を一緒くたに詰め込みます。平均的に未来は10日程度しか持ちません。一説によれば、既視感とは脳の処理の遅延のようなもので、科学者たちは脳が一つの場所から別の場所へと情報を転送する際に起こるほんの数秒程度の遅れであると考えています。つまり人間の脳は同じ情報を二度受けて、それを別の機会に起こった出来事として処理するのです。落ちてもいないのに落下しているような錯覚を起こす場合があります。説の一つによれば、うとうとしている時に人間の体の筋肉がリラックスしますが、脳はそれをトラブルまたは落下のサインであると認識します。そのため体を緊張させて身を守るように合図を送るのです。物理的には人間の鼻は視界に入っているはずです。しかし脳が無視を決め込んでいるため、皆さんは見えないと思い込みます。でなければ視界が鼻に邪魔されてしまうからです。さらにピントずれの原因にもなります。
アイスを食べた時のキーンというあれ、厄介ですよね。これはペースを落としてこんなに冷たいものを食べるのは休んだ方がいいという脳からの合図です。人間は寝つくまでに7分を要します。量が多めの美味しい夕食を食べた場合には睡眠までにかかる時間は短縮されます。かつて人間は現代人に比べて頻繁に白黒の夢を見ていました。これは当時の人が白黒テレビを見ていたことが理由です。現在でも人口のおよそ 12% は白黒でしか夢を見ることができません。眠りに落ちた直後、全ての筋肉が一気に弛緩します。すると脳はあなたが落下していると思い込み、起きるようにと全ての筋肉へ信号を送ります。だからこそ文字通り落下しているような感覚を得ることがあるのです。入眠時痙攣とは眠りに落ちる際に感じる痙攣です。ノンレム睡眠時に不意に筋肉がピクッと動きます。眠っていたとしても体全体が休んでいるわけではありません。実際脳は寝ている時の方がより作業を行っている場合もあります。脳は大量の情報の処理や報告を行っており、それらの作業には大抵かなり時間がかかるのです。起床時には直近で見た夢の 50% の内容を人間は忘れてしまっています。10分もすれば 90% の夢の記憶が失われます。人間が赤面するとき、胃の内壁も同じように赤くなります。これは人間の交感神経系が体中の血液の流れを増加させることが原因です。人間の毛包は鼻の穴と同じ受容体を持っています。だからこそ人間の髪は匂いを感知することが可能です。このようなスーパーパワーは白檀を使うことで高めることができます。鼻は睡眠中にじっくりと休みを取ることができていると言えるでしょう。驚くべきことに嗅覚は夜になるとオフになります。そのため寝室で異臭がしたとしても感知することはありません。その件についてはノーコメントで。年を重ねるにつれ人間の脳は徐々に大きさが縮んでいきます。75歳になるとその大きさは30歳の時に比べ格段に縮小します。縮小プロセスが始まるのは40歳頃です。誰にでも起こることであり、精神力自体への影響はありません。いくら頑張ったとしても自分で自分のことをくすぐることは不可能です。脳がくすぐりに体を備えさせてしまうため、あのおなじみの反応すみません、条件反射で。人間は紫、青、黄、緑、黄、赤のみしか認識できません。他のすべての色はこれらの色の組み合わせです。これらの組み合わせのうち人間の目が認識できる色の数を計算することはほぼ不可能でしょう。人によって色覚が異なるためです。しかし平均的には100万種類ほどの組み合わせであると考えられています。わかりました？注目。人間の頭蓋骨は一つのつながった骨ではありません。実は28個の骨から構成されていて、その多くが脳を守るために一体となっています。体内で最も強い筋肉といえば腕または足の筋肉であろうと思いきや、実は頭部の筋肉です。噛む作業を行う際に主に使用される筋肉である咬筋は、食べ物を普通に噛み切るためにかなり強い作りである必要があります。耳を動かすことを可能にするあの筋肉はご存知ですか？こめかみの上に位置している側頭筋と呼ばれる筋肉で、食べ物を噛むために使われる筋肉でもあります。さて、かなり動きの速い筋肉2つを見ていきましょう。この筋肉のおかげで人間はまぶたを開閉することができます。体の中で最も動きが速い筋肉と言えるでしょう。目は繊細で保護を必要とします。そのため目の反射神経は光の速度並みに速くなくてはならないのです。これらの筋肉のおかげで人間は 0.1 秒の速度でまぶたを閉じることができます。人間の体は星屑で構成されています。本当ですって。人間の体内の一部の複雑な元素は超新星でなければ生み出すことができないと考えられているのです。初期の恒星たちは単に引き寄せられたとある地点で燃焼プロセスに入ったただのガスの塊です。最終的にこれらの中核で核反応が起こります。ビッグバン直後に存在していた恒星は我々の太陽の現在の大きさの50倍あったとされています。これらの恒星の内側では
常に何らかの元素が製造されていました。巨大な恒星は燃料をより早く燃焼します。人間の体内の元素の多くは数十億年以上前にこういった恒星の中で形成されました。ということで、皆さんの体の一部は不死と言っても過言ではないでしょう。すごいですよね。一本の髪の毛は約 85g まで支えることができます。人間には平均で約15万本の髪の毛があるので、合計で約 13,605kg、 つまり2頭の象を支えられるほどの強度があるんです。脳は電力を生成しているので、やり方さえ発明すれば小さな電球に明かりをつけられるということになります。爪や髪の毛を切っても痛くないのはなぜでしょうか。それは生きている部分が皮膚の下の部分だけだからです。さらに夏は冬よりも爪の成長が早く、季節によって気候の差があまりない場所でも同じことが起こります。さらに利き手の爪は頻繁に使用されるので、それにより刺激され早く成長するんです。小指は弱く見えますが、事実はそれに反していて、小指がないと手の力が 50% 失われてしまいます。通常薬指と一緒に使われて補強しているんです。他の3本は主に物をつかむために使われています。指紋と同じように舌にも独特の模様があります。ですがそれを使ってスマホのロックを解除することはまだできませんよね。また舌には脂肪がたくさん含まれているので、体重が増えると舌も太くなるんですよ。胃の中には食べ物を分解する酸があり、非常に強力なので木の塊を溶かすことさえできます。大人の血管のすべてを1本にすると、その距離の合計は約16万900km で、赤道を4周できるほどの長さなんです。人間は生涯で2つのプールを満タンにできるほどの唾液を分泌します。人間の祖先は鳥肌を立てることにより体毛を逆立てて敵を追い払っていたんです。現在ではその必要がなくなりましたが、人間がまだ十分に進化していないため、この特徴が残っているんです。気づいていない人も多いと思いますが、人間は大半の場合呼吸をする際に一度に一つの鼻孔しか使っていないんです。そして数時間ごとに鼻孔が切り替わります。そのためインフルエンザにかかっても片方の鼻しか詰まらないのです。人間には五感しかないと思っている人が多いと思いますが、それは勘違いなんですよ。科学者により証明はされていませんが、20種類以上の感覚があると考えられています。視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚の他に時間、空腹、喉の渇きなど他の感覚があり、さらに固有受容感覚と呼ばれている自分の体が宇宙空間のどこにあるのかを感じ取る能力まであるんです。人間の脳は相当な幸せと相当な悲しみの違いがわからない時があるんです。非常に強い感情を感じていることは分かっても、少し混乱してしまうことがあるんです。だからすごく幸せな時に泣いてしまうんですね。目は一生同じ大きさのままですが、鼻と耳は成長し続けます。すごく奇妙ですね。昔全ての人間は茶色の目をしていました。そして他の色の目が突然変異の結果として発生したのです。科学者たちは地球に最初の人類が現れたのは約600万年前で、最初に青い目を持った人間が現れたのはわずか1万年前だと考えています。ですので地球上にいる全ての青い目の人々の祖先は同一である可能性が非常に高いのです。人体の全ての骨は一つの骨を除いて全てつながっています。舌骨は U 字型で舌の付け根にあり、所定の位置に固定されています。骨は鋼よりも強く、鍛えてある健康な骨であれば5台のピックアップトラックの重量にも耐えることができます。理論上ではですけどね。それでも体の中の最強の部分ではありません。人体で最強なのは歯のエナメル質。様々な物質でできているのでダメージを受けにくくなっています。歯は長持ちし、何百年も壊れることがありません。でもそのための手入れは行わなければなりませんよ。
歯は体の中で唯一回復できない部分なんです。心臓はノンストップで動いていて、一生の間に約30億回鼓動します。そして舌も心臓のように寝ている間も休まずに機能していて、喉に唾液を流し込んでいるんです。ちなみに舌をどこで休ませればいいか知っていますか？口の底で休めてはいけませんよ。そうすると首や顎が痛くなることがあります。さらに歯の間で休めると歯がずれてしまったり不正咬合になってしまうことがあるんです。ですので歯から約1センチメートルほど離れた中間の位置で休めてくださいね。人間は呼吸をしながら物を飲み込むことはできません。その理由は飲み込んだものと空気が最初のうちは同じ場所を通るからなんです。そして空気の交通整理をするように管理されています。人間の目は呼吸しているんです。角膜は直接血液が通っていない唯一の部分なので、空気から直接酸素を取り入れています。だからこそ空気が乾燥していると目が痒くなることがあるんです。人間は夢を見ます。中には夜に夢を見たことが一度もないという人もいますが、単に夢を覚えていないだけなんです。科学者の中には夢を見た段階の後、能動的な忘却が働いているせいで忘れてしまっているとする人もいます。これは夢が重要な情報ではないので、脳が重要な情報のために余分な夢を処理しスペースを確保しているからだと考えられています。たとえ夢を思い出すことができたとしても、目が覚めた後5分以内に内容を半分忘れてしまい、通常10分後には完全に忘れてしまうのです。赤面すると胃の内壁も赤くなっているんですよ。恥ずかしい思いをした際のストレスを対処するため、血液が多く流れ込むことにより顔と胃の内壁が赤くなるんです。また赤面するのは人間だけで、そのことをはっきりと見分けられるのも人間だけなんです。通常の人は一生の間に 949km の髪を伸ばします。さらに普通の男性の場合、ヒゲを剃らないと 9.1m も伸ばすことになります。さらに髪は暖かい気候の方が少し早く伸びるんです。それは熱によって血液の循環が刺激されるから。自分に関する全ての情報は一本の髪の毛に含まれています。科学者たちは一本の髪の毛から生涯食べてきたものや住んでいた環境を知ることができるんです。通常の人は一生で 45,351kg の食べ物を食べます。それは巨大なカバ10匹の体重に相当する重量なんですよ。唇は人体の中で最も敏感な部分の一つで、指よりも多くの神経終末があります。さらに唇の皮膚はすごく薄いので、内部の毛細血管が透けて見えるんです。そのため唇は体の他の部分とは異なり、赤やピンクに見えるのです。唇は日焼けによるダメージに対して非常に敏感なので、日焼け止めを塗るのをお忘れなく。そうすれば唇を健康に保てるので、長期間張りが失われずに済みますよ。指紋や瞳、舌に加えて唇も独特な形をしていますよね。肺の内側の表面を合わせるとテニスコートと同じくらいの広さになります。咳やくしゃみはものすごいスピードなんです。咳の場合時速 80km に達することがあり、くしゃみの場合はさらに速く、時速約160km の速さに達することがあります。人間は指を使わない限り目を開いたままくしゃみをすることはできません。そして科学者はその理由を解明していません。単なる反射神経だという説もあり、コントロールすることができないのです。さらにくしゃみによって飛び出す物質から目を保護しているという説もあります。我々の体は光を放っています。それは体温によるもの。人間の目に見える光の1000分の1ですが、それでもすごいことですよね。世界最高のフラッシュドライブは人間の脳。脳内のニューロンの容量は約100万ギガバイト。これは300万時間の映画を保存することができるサイズなんです。300万時間分の映画が見られるってことは、300年分の映画が見られるってこと。ポップコーンを用意しないと。
人体は体重の約 1% を失うと喉が渇き始め、 5% を失うと失神しそうになります。指には指を動かすための筋肉がなく、手のひらと前腕にある筋肉で動かしているんです。英語のマッスルという言葉は古いラテン語のマウスに由来していて、それはローマ人の上腕二頭筋のイメージを元にしたものなんです。人間は平均で生涯約176,990km 歩きます。これは赤道の距離の4倍で、地球から月までの半分の距離でもあります。ですので、いつも快適な靴を履くように心がけてくださいね。え、何が起こっているんだ？とても疲れているあなたは、ベッドに入るのが待ち遠しかったはず。9時にもなっていないのに、まぶたが重く感じていました。それなのに今、あなたはただベッドでゴロゴロ転がり、体勢を変え、イライラしています。足を覆うべきか、覆わないべきか、うつ伏せか、仰向けか、左、右、どこを向いて寝るべきなんでしょう。もう、窓から月が差し込んでいます。隅にあるもう一つのベッドを覗くあなた。そこで寝ている友達はぐっすり夢の中。1分もしないうちに寝つけるなんてずるいぞ。あなたは翌日、友達と2人で近くの町に行くため、今日はここで夜を過ごしているんです。起床時間は朝の5時。最悪だ。あと数時間しかありません。なんで眠れないんだ。なんで、なんでだ。先週、数人の友達と森の中でキャンプをしましたが、似たような問題が起きたのです。荷物を運んだり、歩き回ったり、食事を準備したり、キャンプファイヤーで何時間も話したり、長い一日を過ごした後、とても疲れていたんです。目もほとんど閉じた状態で、すぐに数秒で眠りにつけると思っていましたが、結局眠れず、目がギラギラと開き、どんな小さなことでも気になり、寝る姿勢が決まらず、落ち着かない状態。一体なぜなんでしょう。実はこれ、第一夜効果と呼ばれています。新しい場所でなかなか寝つけない時のことを意味します。睡眠は素晴らしいですが、進化によって不便なことが時々起こるんです。眠っている間、脳は実際に数時間遮断されるため、かなり無防備な状態になります。潜在的な危険を発見したり、何かが起こった時に身を守ることはできません。イルカやクジラのように一度に眠るのではなく、脳の部分が一つずつ休む睡眠システムを発達させた動物もいます。他の部分は起きていて、何かが起こった時のために準備ができているんです。私たちの頭の中でも似たようなことが起こっています。友達の部屋に危険があるわけではありませんが、ベッドの下の埃を考えると、そこに何が隠れているのか分かりませんからね。昔、先祖が洞窟に住んでいた頃に現れたぐっすり眠るという本能が残されているんです。この本能は、洞窟の外で寝るのは安全ではないことを理解していたのです。これが第一夜効果の原因。快適に過ごせる部屋にある自分のベッドで寝ると、脳はふう、大丈夫、今は安全だと考えるのです。では新しい場所はどうでしょうか。快適なベッドや絹のような枕はもちろん、親友の家にいる場合でも変わります。あなたの脳は自分だけの洞窟から遠く離れていることを知っているので、リラックスして完全に眠ることができません。これはイルカと少し似ていて、脳の一部は休んでいますが、もう一方は何か予測できないことが起きた時のために注意深く耳を傾けています。しかし、あなたの脳はずっとこの状態を続けるわけではありません。同じ場所で2泊続けて過ごした場合、脳はやっぱりここは安全かも、埃の山はまだちょっと心配だけどと思い始める可能性が高いので、眠りにつきやすくなります。この第一夜効果、たまにしか経験しない場合はそれほど深刻ではありませんが、場所を頻繁に変更すると疲れがたまり、非生産的になり、他の問題に直面して過ごすことになりかねません。私たちの脳には進化によってもたらされたいくつかのパターンがありますが、幸いなことに柔軟性があるんです。
脳を騙して第一夜効果を克服することが可能なんですよ。あなたの脳は未知の空間にいるという事実を恐れているので、もう少し親しみやすくすれば脳に問題ないと示すことが可能なんです。好きなもの、例えばお気に入りのパジャマ、枕、柔らかい毛布を持っていくと良いでしょう。寝る前に温かいミルクを飲む習慣がありますか？そのような人は新しい場所でも同じことをしてください。そうすれば脳はリラックスする時間だと認識するのです。また普段と同じ時間に寝るようにしてください。就寝前に運動をする習慣がありますか？そのような習慣も新しい場所で行うのがコツです。ホテルの部屋を予約する場合は、自宅にあるものと同じようなベッドを備えた部屋を探してみてください。例えば普段ダブルベッドで寝ている人は、キングサイズのベッドで寝ると変な感じがするかもしれませんよね。もしくはお気に入りのパジャマを持っていくだけでもいいんです。必ずしもぐっすり眠れることが保証されているわけではありませんが、試してみる価値はありますよ。ところで、どこでも眠りにつくことができる人に対してイライラしてしまいませんか？横になって暖かい毛布にくるまって、ごめんなさい。ともかく睡眠は重要なんです。食べ物や水が必要なのと同じように、私たちは生き残るために睡眠が必要です。人間は人生の約3分の1を睡眠に費やしています。科学者たちは私たちが眠る理由を全て知っているわけではありませんが、これまでに得た情報は次の通りです。私たちはエネルギーを蓄えるために眠ります。8時間の質の良い睡眠は、エネルギッシュで生産的な1日を過ごすのに十分なエネルギーを生み出すことができます。私たちの体は睡眠中に体力を回復する必要があるのです。髪と爪が成長し、筋肉も修復され、あなたが眠っている間には他のことも起こっています。そのための努力はいりません。また脳機能もあるんですよ。夜中に枕の下に本を置いたら、脳が寝ている間に読んでくれて明日の試験の準備ができる。そう思っている人、残念。そんなことは起こりません。しかし一生懸命勉強してたくさんの情報を取り入れたら、ぐっすりと眠ることで試験の際全てを思い出すことができます。ジャイロのコウモリは1日約20時間眠り、キリンはほんの少ししか眠りません。通常5分間のパワーナップで十分なんだとか。少しかわいそうですよね。猫は間違いなく人生の楽しみ方を知っています。なんと人生の3分の2を睡眠に費やしているんです。ランディ・ガードナーは1964年に睡眠なしの最長の記録を打ち立てました。彼は17歳の時11日間、つまり264時間起き続けたのです。皆さん絶対に真似しないでくださいね。ピーター・パワーズはその逆の記録を更新する決意をし、8日間連続で眠り続けたのです。すごいですよね。しかしトイレ事情が気になりますね。ベッドに横になってすぐに眠りにつくのは、本当に疲れていて睡眠不足になっていることを意味します。一般的には眠りにつくまでに約10から15分かかるはずです。1日の中で非常に疲れを感じる時間が2つあります。それは午前2時と午後2時です。だからこそ昼食後に仕事をする代わりに昼寝がしたくなるんですね。次回うたた寝しちゃったことがバレた場合、このビデオを上司に見せましょう。故意に睡眠を遅らせる哺乳類は私たち人間だけ。変な生き物ですよね。昔色で夢を見た人はわずか 15% でした。現在では 75% です。その理由はカラーテレビが増えたことが原因だと言われています。ちなみに私たちは毎晩夢の中で約2時間過ごします。夢を覚えておきたい場合は、目を覚ました直後に書き留める必要があります。あまりにも長く待ってしまうと、夢の中で出てきた超能力について忘れてしまいますからね。一晩で体勢を何度も変えることがあります。その平均はおよそ20回。好きな体勢はあなたの性格について多くを語ります。枕のそばで腕を上げて仰向けに寝ることを人手体勢と呼びます。このような体勢で寝る人は聞き上手、他人を助けるのが好きで無視無欲な傾向にあります。また警戒心があまりありません。次にうつ伏せで手は枕元にあり、頭を横に向けるフリーフォール体勢があります。このような体勢で寝る人は批判をすんなり受け入れることができず、竹を割ったような性格の持ち主。
最後に紹介したいのは翼弓です。これは横になり両腕を前に伸ばして寝る体勢。このような体勢で寝る人は少し複雑ですが、非常に考えが柔軟な傾向にあります。決意をするのに時間がかかりますが、一度決めたらしっかり守るタイプ。また寝る時のパジャマの種類でも性格はわかります。でもパジャマについてはまた今度。それではまた。肘を力いっぱいつねってください。これ私もやってみたんですが、ほとんど痛くないんですよね。なぜでしょう？その理由は肌の場所によって神経終末が違うからです。私たちの体はダメージを受けるリスクが高い場所ほど痛みに敏感にできています。そういった大事な場所は神経終末が多く、より注意深く体を守れるようになっています。そして肘のように肌が分厚い場所は痛覚の感知力が弱いのです。今お話ししているのは肘をどこかにぶつけた時に感じる衝撃のある痛さのことではありませんよ。あれ、腕全体が感電したみたいに感じますよね。面白いとは思いませんが、あの感覚は英語で言うファニーボーンから来ているんです。ファニーボーンは実際は骨ではありません。脊椎から始まって首、そして肘を通り指まで通っている神経のことなんです。本当の名前は尺骨神経と言います。腕の三大神経の一つで、指先の感覚を司る神経のこと。尺骨神経は筋肉、脂肪、骨でしっかりと守られています。しかしこの神経が露出する場所が肘に一箇所あり、その場所がそうファニーボーンなのです。さてこれでファニーボーンを打った時と肘をつねった時の感覚がなぜ違うのかをお分かりいただけましたね。次の現象は社会的に気まずい瞬間に関連しているんです。まあ完全にというわけではありませんけどね。あなたの好きな人が褒めてくれた時に起こるかもしれません。そう、顔が赤くなることです。こういう時英語では胃に腸がいるという表現をするのですが、恋をした時本当にそうなることはまずないでしょう。ですが確かなことが一つあります。赤面すると実は胃壁も赤くなるんです。私は見たことがありますからね。胃粘膜は胃の中の酸から胃壁を守る組織。赤面すると皮膚の表面に血液が上がってくるので、そこも赤くなるんです。そしてこれが胃にも影響するというわけ。これは自然なプロセスで感情の変化に対する生理的な反応なのです。胃の話をしているのですから、胃液には鉄のテーブルを溶かす力があることにも触れておきましょうか。つまり酸は内臓を消化することができるのです。幸いなことに胃の粘膜がこれを防いでくれているんですよ。次のトピックは暗闇で人は光るということ。まだ電気を消さないでくださいよ。裸眼では見えませんからね。この光り輝く人体の映像は超高感度カメラで撮影されたもの。人間の生物発光を初めて撮影したのは日本の科学者たち。日本人であることが誇らしいです。人間の目が感知できる光の1000倍も弱い光なので、超高感度カメラでなければ私たちの体が微量の光を発していることを撮影することはできません。全ての生物は細胞内の化学反応によって微量の光を放出しているのです。人間も最近このリストに加わりました。研究者たちはボランティアの上半身を数日間にわたり撮影しました。その結果、発光量は24時間周期で変化していることが明らかになったのです。輝きが最も高くなるのは昼過ぎで、最も低くなるのは深夜。頬、額、首から最も明るい光が放たれるんだそうです。面白いことに、これはサーマルカメラに映る最も明るい場所とは一致しません。朝は1日のうちでも少し背が高いって知っていましたか？私も最近チェックしてるんです。この身長の差には重力が関係しているんです。一日中立ち上がったり座ったりしていると、その力で背骨や膝の軟骨が圧迫されます。しかし横になっている時は背骨が減圧されリラックスするんです。一晩中ベッドで休んでいたのに朝起きると身長が伸びているのはそのため。身長の伸びは 2.5cm にも満たないので、この話を聞いたからといって友達と誰の方が背が高いかかけるのはやめましょう。ここで豆知識。
面白いことに、ミッションから帰還した宇宙飛行士は普段の地球での生活よりも数センチ背が高くなるそうです。これは国際宇宙ステーションには重力がないため。しかし、いつまでも背が高いというわけではありません。地球に戻ると重力で徐々に元の背丈に戻っていきます。残念。さて、先ほどお話しした臓器、皮膚に話を戻しましょうか。そう、皮膚は臓器なのです。そして実際に体の中で最も大きな臓器、体重の約 15% を占めているんですよ。ではこの臓器は体を覆う以外にどんな働きをしているのでしょうか。実は結構重要な機能を担っているんです。例えば外部からの物理的、生物学的な害から体を守ってくれます。さらに過度の水分不足を防いでくれるんです。人間の体には他にもどんな驚きがあるのかと考えられずにはいられませんよね。さてさて、お次は動物の世界。フクロウには眼球がありません。代わりに目が円筒状なんです。筒の形の目は私たちの眼球のように眼窩の中で動くことはありません。そのためフクロウは体全体を動かして周囲を見渡します。しかし体全体を動かすと音がして他の動物に聞こえてしまうんです。そこでフクロウは首を約270度回転させることができるように進化し、音を出さずに動くことができるんです。では何か不都合なことはあるのでしょうか。暗視を得るためにはできるだけ多くの光を取り込むために大きな角膜が必要なんです。スローロリスやターシャなど夜行性動物の多くが大きな目をしているのはこれが理由。しかしフクロウの場合は少し異なります。フクロウは頭が小さいので大きな目が入らないのです。さてフクロウには目玉がないのですが、まぶたが3枚あります。まばたきのためのまぶた、眠るためのまぶた、そして眼球を清潔に保つためのまぶた。フクロウってほうほうと鳴いてそのことを話しているんですかね。きっとしてますね。夜行性の動物からもっと身近な動物に移りましょうか。にゃー。猫には空気中の香りを味わうための器官が余分にあるんですよ。この器官はヤコブソン器官またはジョビ器官と呼ばれています。ヤコブソン器官は猫の鼻の穴の中にあって口の天井に向かって開いています。この器官は脳に直接つながる神経を使って特定の化学物質を感知することができるんです。とはいえこれは普通に匂いを嗅ぐことはありません。ヤコブソン器官の嗅覚受容体は普通の匂いをキャッチするようにはできていないのです。代わりに全く匂いのない化学物質を感知します。つまり猫は検出できない匂いを検出することができるというわけ。でもこれだけではありません。ヤコブソン器官は嗅覚を高めるんです。例えば子猫が母乳を探す必要があるとき、母猫が2匹、子猫が4匹いると想像してみましょう。子猫は嗅覚の助けを借りて母親ともう1匹の成長した猫を区別することができるんです。我々人間が誰かと会うとお互いのボディーランゲージをチェックしますよね。猫の場合、互いの頭の匂いを嗅ぐことでそれを行うことができます。この挨拶によってフェロモンが放出され、一方の猫について多くのことを相手に伝えることができるんですよ。例えば相手の猫の好きな食べ物や健康についてまで、さらに相手の猫が幸せなのか不機嫌なのかを判断することもできます。すべてはヤコブソン器官のおかげなんです。さて猫についてのもう一つの事実をお話ししましょう。猫の鼻には模様のようなはっきりとした隆起がありますよね。私たちの指紋と同じように、どの猫もユニークな鼻の模様を持っているんです。鼻紋といったところでしょうかね。これによって本人確認をすることが可能です。おい猫、花瓶を割った罪で逮捕するぞ。お前の鼻紋がいっぱいついていたんだからな。取引したいだと。じゃあ、あの犬と噛みつぶされた DVD について知っていることを話すんだな。愛犬家の皆さんのことも忘れていませんよ。犬は色盲であるという話を聞いたことがある人多いのではないでしょうか。でもそんなことはありません。人間が見ることのできる色と比べると、犬が感じることのできる色の範囲は限られていますけどね。犬の色彩は黄色、青色、紫色が中心。私たちの赤、緑、オレンジは彼らには見えない色なんです。
最後は亀のお話。亀は自分の甲羅を離れていつでも好きな時に戻ってくるなんてことはできません。実は彼らの体は完全に甲羅に張り付いているのです。この甲羅は人間の皮膚と同じように亀と一緒に成長します。亀の甲羅は50個の骨により構成されているんです。背骨と胸郭のある骨格も含まれています。それでバケーションに行くんですよ。なんだか体から離れないキャンピングカーみたいですね。飲み込むのが難しい事実かもしれませんが、人間の胃の容量って信じられないほど大きくて、2リットルもの液体を収めることができるんです。コーラの大きなペットボトル1本分ですよ。固形の食べ物は胃に入る前に歯で噛み砕くため、どれだけ食べられるかを推測するのは困難です。七面鳥を丸々1羽食べるのは当然無理ですが、まあまあの大きさのチキンなら多分入ります。胃がどこかと聞かれたらお腹を刺しますよね。でもそうじゃないんです。実際はここ肋骨の間に隠れているんですよ。盲腸はやがてなくなると考えられています。そもそもなぜあるのかは分かっていませんが、人間の祖先が樹皮を消化するためだったと考える学者もいます。現在樹皮は人間が日常的に食べるものではありませんので、盲腸は必要ないのでなくなっても問題はないでしょう。人間の体で使われなくなった部分は盲腸だけではありません。親知らずも役に立ちません。昔々人間の祖先の歯が抜けた時には役立っていましたが、今は歯医者に行って抜くのにお金がかかるだけです。気づいていないかもしれませんが、人間はほぼ全身に毛が生えています。おへそにも生えているんですよ。綿ぼこりをキャッチするためです。見てください、ほらね。肝臓は毒やその他体にあると良くないものから守ってくれるボディーガードのような役目を果たしています。とても強くて再生もできるんですよ。あなたの体の中で本当にあなた自身なのは 43% だけです。体の細胞の 50% 以上は主に胃腸に住んでいるごくごく小さな微生物のものです。あなた自身の細胞は微生物の細胞より少ないですが、それでも100兆個もありますね。あなたは一人じゃないんですよ。それを踏まえると自分自身の遺伝子はあなたを構成するものの半分以下です。体の中にいる全ての微生物の遺伝子を数えると200万から2000万もあります。人間は眠っても体全体が眠るわけではありません。実際は寝ている時の方が脳が一生懸命働いていることもあるんです。脳は膨大な情報を処理しなければならず、それには長い時間がかかります。ですが鼻はぐっすり眠っています。睡眠中、驚くべきことに嗅覚は基本的に停止するんです。寝室でひどい匂いがしても気づきません。何の匂いでしょうか。鼻はおそらく体の中で最も正当に評価がされていない器官でしょう。嗅覚がなかったら美味しさも感じられないんですよ。食べ物の味の約 80% は嗅覚のおかげで感じられています。食べている時に鼻をつまむとほとんど味がしません。匂いがしないと主に食べ物の食感しか感じないので、玉ねぎをかじっても新鮮な大きなリンゴのような感じがするでしょう。過去には人間は1万種類の匂いを嗅ぎ分けられると考えられていましたが、それは間違っていました。最近の研究では1兆種類以上の匂いを区別できることが分かったんです。また匂いは他のことよりもよく覚えておくことができるので、遠い昔の記憶を呼び起こすこともあります。鼻の役割は呼吸したり臭い匂いに気づくことだけじゃないんです。傷つきやすい喉や肺を守るため空気をろ過してくれます。乾燥した空気を吸うと必要に応じて鼻が空気を湿らせ、冷やしたり温めたりします。汚れた空気をきれいにもします。年を取ると脳がだんだん小さくなります。75歳になると30歳の時よりもずっと小さくなっていますが、脳の萎縮は40歳頃に始まります。誰にでも起こることで、それによって知的能力に影響することは全くありません。人間の脳は短期記憶に7ビットしか記憶できません。スマホのメモリー容量とは比べ物になりませんよ。2005年の携帯にも完敗です。
電話番号さえ覚えるのが難しいのはそのせいです。短期記憶は黒板のようなもので、情報を書くことはできても、遅かれ早かれスペースがなくなるのです。脳のメモリー容量を確かめるには、このテストをやってみてください。友達に10個の単語をリストにして書いて読んでもらいます。ほとんどの人が覚えられるのは7つ以下です。ラム、つまり作動記憶、あるいはワーキングメモリーは、簡単な会話やネットサーフィン、犬を撫でるといった日常的にするほぼ全ての行動に欠かせないものです。最も強い感情に訴える記憶は、多くの場合偽物です。中心的な記憶のせいで、細かいところは自分の頭の中で作り上げたことであっても、全てを覚えているという気がするのです。年を取ると脳が萎縮するだけでなく、体全体が劇的に縮むんですよ。骨は脆くなり、背骨が圧縮されます。夜眠る時も似たことが起こります。骨も緩みます。そのため、朝起きた時は寝る前よりも背が高いんですよ。哺乳類の中で人間だけが一生を通じて二足歩行することができます。カンガルーやゴリラもそうだって思うかもしれませんが、カンガルーは尻尾を3本目の足として使いますし、ゴリラは長い腕でバランスをとっています。骨は代謝の一端を担っているんですよ。ほとんどがカルシウムでできているため、血液中にカルシウムが十分ないと、体のバランスをとるため、骨はカルシウムを血液に流し出し始めます。この反対も起こり得ます。血中にカルシウムが多すぎると、骨に移して、後のために蓄えておくのです。二の腕の骨を上腕骨と言います。英語ではヒューマラスです。ユーモラスな骨なんでしょうかね。冗談です。続けましょう。耳の中には決して成長しない骨があります。この小さな骨が音の振動を伝達するよう適応したおかげで音が聞こえます。医学用語ではこれを耳小骨連鎖と言います。これら音を聞く骨の一つ、アブミ骨は体の中で一番小さな骨です。お米一粒よりも小さいんですよ。身長や体型、肌の色は大部分が祖先の住んでいた場所によって決まりますが、人間は一生のうちに新しい環境に適応することもできます。例えば、平野から山地に引っ越すと、酸素の不足を補うために赤血球が増えます。そして当然、寒い気候の場所から日のよく照る場所に引っ越すと、適応するため日焼けします。人間の寿命は細胞でプログラムされています。細胞は常に新しくなり分裂しますが、やがて止まるタイマーのようなものを持っています。他の細胞よりも早く再生をやめる細胞もあります。平均的に細胞は100歳になると分裂しなくなります。ですので、細胞にどうにかタイマーを止めさせないようにする方法が分かれば、寿命を伸ばすことができるかもしれません。体脂肪って厄介者なだけではないんですよ。絶縁剤やエネルギーの貯蔵場所、衝撃吸収剤として役に立っています。体はウエストに最も多くの脂肪を送ります。大事な内臓を守るためです。何かあった時、この脂肪の層は命に関わる器官を取り返しのつかないダメージから守ることができます。頭蓋骨は一つの骨ではありません。28の骨でできていて、その多くが脳を守るため結合しています。その中で下顎だけが周りの骨に固定されていません。結合組織や筋肉にくっついているんです。それで動かせるんですね。好きな方向に自在に動かすことができます。体で一番強い筋肉があるのは腕や足ではないんです。実は頭部にあるんですよ。口筋は物を噛むとき使う主要な筋肉で、普通に食事をするためとても強力である必要があります。耳を動かすのに使う筋肉を知っていますか？側頭筋といって、こめかみの上にあります。この筋肉も食べ物を噛むのに役立っています。次は動きのとても速い2つの筋肉です。まぶたを閉じる筋肉で、体の中で一番速く動くんですよ。目はとても繊細で、保護が必要なので、目を守るための反射作用は超…わあ、人間は1兆種類以上の匂いを嗅ぎ分けることができるんですね。そしてどの人間も特有な匂いを持っているんですよ。興味深い、なんて。この動画はスネロビジョンではないですからね。さて、
なぜ人間はこのようなことが可能なのでしょうか。その仕組みを暴いていきましょう。焼きたてのクッキーを食べていると想像してください。いい匂いなだけでなく美味しい。口の中で砕けて小さな分子を発します。これらが喉の後ろを通り一部が鼻に到達します。次にバニラの匂いのキャンドルが焚かれた部屋に入っていくとしましょう。拡散と呼ばれるプロセスのおかげでバニラの匂いを識別します。これは空気と匂いの分子が様々な方向に分散し鼻に到達するプロセスです。ではでは、匂い分子のサイズになってその仕組みをご紹介していくとしましょうか。大きく呼吸を吸い込む際に私は皆さんの鼻の中にお邪魔します。呼吸器における最初の器官です。気をつけてくださいよ。鼻くそにつまずかないように。鼻の穴の厚い小さな毛が見えますか。これは警備員のような役割を果たし、皆さんの髪の毛の毛根ほどの厚みがあります。ホコリ、ゴミ、細菌や他の粒子が肺の中に侵入するのを防いでくれているんです。毛先についているキラキラしたものは粘液です。鼻水じゃないですよって嘘ですけど、これによって鼻から入った望まない粒子をキャッチします。鼻の穴の湿度を保つ役割もしてくれているんです。この部分の皮膚はとても繊細で常に水分を必要とします。あ、気をつけて。時々入ってくる大きな肉々しいものを避けないといけないんですよ。でも心配はご無用です。これらは指と呼ばれるもので、鼻くそを掘ること以外に興味がありません。さらに奥深く進んでいくと繊毛と呼ばれる細い毛に行き着きます。しかしこれは顕微鏡でしか見ることができません。これも体内の防衛メカニズムです。この毛は耳や体の他の場所にも生えています。望まぬ客を捕まえると繊毛は粘液を処分しようと前後に動きます。そしてそれを喉の後ろ、または鼻の前の部分に送るのです。やっと少しスペースができましたね。この大きな部屋は鼻腔と呼ばれています。喉の後ろの上の方まで続いているんです。鼻腔のお仕事はフィルター作業、潤い持続、そして吸い込んだ空気を温める役割もしてくれています。小さなホットドッグのような見た目の鼻腔の壁から飛び出している部分が見えますか。これらは鼻甲介と呼ばれていて、各鼻の穴に3つずつあります。鼻甲介は外からの空気が最初に触れる組織です。酸素の分子は肺へ続くこのスライドを降りていきますが、我々は反対側に向かいましょう。匂いの分子が肺に行き着くこともありますが、空気を吐き出した時に一緒に吐き出されます。薄い粘液の層をご覧ください。これは我々が向かっている場所です。粘液の真下には繊毛がさらに生えていて、それから球状皮に行き着きます。これは鼻腔の上についている特別な組織のこと。脳に続く匂いの検知器などのたくさんの大事なものを抱えている、柔らかくてクニクニしているスポンジのようなものだと想像してください。見てください、小さい何かが植物の根のように飛び出しています。樹状突起と呼ばれるもので、神経細胞の一部です。各鼻の穴にはおよそ800万個のニューロンが存在します。中に入っていって、さらに奥がどうなっているのか見ていきましょう。さて、さくらんぼの種のようなこれらの丸い小さなものは嗅覚受容体です。これらは移動しないようガラスの球体の仕切りのように他の組織に支えられているんです。それではさらに縮んで嗅覚受容体の一つを起こしてみましょう。よし。各嗅覚受容体は匂いのグループに敏感です。私の匂いに敏感な受容体にくっついていくとしましょうか。正しい場所にはめられたパズルみたいですね。嗅覚受容体が私を持ち上げた瞬間、複数のことが起こります。嗅覚受容体は軸索突起と呼ばれる薄い管から電気信号を発します。それではこれについていってみましょう。嗅腺を持つ結合組織を抜けていっているところです。これは
先ほど泳いできた鼻の中の粘液を出す役割を担っているんです。トントン、固い殻のようですね。これは歯板と呼ばれていて、脳と鼻腔の隔てです。匂いを検知した神経が通り抜けることができるよう小さな穴が開いています。上部に移動していくと神経がまとまってきました。歯板の穴をくぐり抜けると、これらの塊はさらに奥へ進んでいくようです。わあ、見てください。神経の塊が小さなボールになってきました。糸球体です。小さな受容体から情報を受け取り、さらに処理します。これらは匂いのデータを一つの受容体から受け取りますが、複数の匂いを感知することが可能なんです。鼻の上にこれらの球体が1800個ほど存在します。これらはすべて今通ってきた歯板の上の部分に位置しています。さて、我々は鼻腔のすぐ上の部分にある脳の外側の部分にいます。これは電球のように見えるため球球と呼ばれているんです。ここからの道のりは長いですよ。この小さな球体は僧帽細胞まで伸びています。これらはニューロンで、長い足が生えた小さな雲のような見た目をしています。それでは球体のさらに奥へ行ってみましょう。球球管から脳の中へ入っていきます。球球は大脳辺縁系の一部。この巨大なネットワークは中枢神経系につながっている脳の中枢のそばにあります。脳の組織は扁桃体と呼ばれる脳の小さなエリアに情報を運びます。これは感情を処理する場所です。うわー、やめて、なんつって。戦うか逃げるか反応を引き起こす場所でもあります。そして信号は記憶を作り出し、感情を処理し、物を学ぶ場所である海馬へ向かいます。次の停車場所は視床です。嗅覚情報の一部を眼下前頭皮質に送り、味覚情報と結びつけています。匂いは頭の感情的な部分を直接通り抜ける唯一の感覚。視覚や聴覚などの他の感覚は初めに視床に向かいます。これは大脳半球のリレーセンサーとして機能し、脳の他の部分にデータを送り込むのです。しかし嗅覚というのは変わった仕組みを持っているんです。しばらく何も食べていないと、体がグレリンというホルモンを分泌します。このホルモンが脳に信号を送るのです。エネルギーが必要ですね。胃に何も入っていないようです。脳は体を空腹にさせることでこれに反応します。同じホルモンによってさっき通った嗅球を刺激する他の受容体もオンになります。これにより匂いに対する感覚が研ぎ澄まされ、食べ物を見つける確率を高めることができます。さて、お店にいて誰かが紙の上に香水をスプレーしたとしましょう。匂いを嗅ぐために体を近づけ、目を閉じます。この動きは除外プロセスのように機能するんです。一つの感覚をオフにすることで他の感覚の機能が高まるというわけ。迷ってしまったり集中しようとしていたりするときは、ラジオの音量を下げるのと同じです。風邪をひいているときは匂いの感覚がなくなります。これは無嗅覚または嗅覚盲と呼ばれる症状。喉の上の部分は鼻につながっていて、食べ物を噛むとアロマが分泌され、嗅覚受容体を刺激します。鼻が詰まっていると食べ物からの匂いの分子が感覚細胞に到達しません。そのため味の感覚とつなげる視床まで行き着かないのです。これが全て味がないように感じる理由です。誰もが異なる受容体を使用し、周りの世界の匂いを嗅ぎます。それでも一部の科学者は、人によって少なくとも一つは識別できない香りがあるとしているんです。バニラ、ニンニク、メンソール、コーヒー、フルーツなど、人によってその匂いは異なります。辛い唐辛子を匂って咳が出たことはありませんか？数年前、科学者たちは肺にもいくつかの匂いの受容体があることを発見しました。しかし辛い匂いを頭に送るのではなく、肺は咳という合図で送るのです。なかなか面白いですよね。
鼻がこんなに奥深いなんて。それではまた。我々人類は600万年もの間進化し続けてきましたが、未だに完璧ではありません。そして人体には設計上多くの欠点があることが分かっています。まず人間の目には小さな視覚があるということ。ここでは哲学的なことを言っているのではありません。ピンの頭ほど小さなもので、視神経が目の後部にある網膜の表面を通過する場所にあります。視神経は目を脳につなげていて、脳が処理するための画像を伝達することにより目が見えています。でも目から神経が離れている部分があり、光受容体と呼ばれる細胞が不足しているのです。目が見えるのはこの受容体が光を検出するためなので、それがないと目に見えているものを解釈するための信号を脳に送ることができません。そしてこの部分には光受容体がなく、小さな視覚になっているのです。このような欠陥をなくし、完璧に設計されていたとしたら、タコのような目になっていたことでしょう。ちょっと不気味ですが、タコの目は人間の目によく似ているんです。でも視神経が網膜の後部にあるので、目から離れている部分はありません。そのため人間の目のように視覚になる部分は存在しません。他にも欠点はあります。約6500万人のアメリカ人は腰に問題を抱えていますが、それは進化のためなんです。人間はもともと犬のように四つん這いで歩いていました。手と膝で歩いていた時には背骨の丸みがうまく機能していたので、臓器にも余分な負担がかかりませんでした。そのため腰に圧力がかかることもなかったのです。でも人類はエネルギーを節約するために2本の足で歩けるように進化し始めました。食べ物を発見するために多くの時間がかかるようになりましたが、2本足で歩くことによりエネルギーの 25% を節約できるようになりました。でもその結果、腰に余分な負担がかかるようになってしまったのです。この姿勢だと基本的に背骨によって全ての重量を支えなければならず、臓器にスペースを提供するための柱として機能せざるを得なくなってしまったのです。でも背骨が完全にまっすぐだと2本の足で歩くことはできません。そのため曲がるように進化し、腰に大きな負担がかかるようになったのです。ということは腰の問題を解決するには再び四つん這いになればいいということなんでしょうか。人間の足には余分な骨があります。それは類人猿などの祖先が木の枝を掴むために使っていたからです。現代の人類はもう木の上で生活してはいません。でも未だにそのための骨が残っているので、負傷しやすく、かなりの痛みを感じることがあるのです。現に足の指をぶつけてしまうことが多くありますよね。もし人体が完璧に設計されていたなら、人間の足はダチョウの足のような形をしていたことでしょう。この鳥の足の骨の数は人間の足よりもはるかに少ないのです。そして後ろ向きの膝のような部分は実際には足首なんです。そのためダチョウは怪我をしにくく速く走れます。もし人間の足がこのような形をしていたなら、オリンピックもさらに面白くなっていたかもしれません。次に行ってみましょう。人間の歯も完璧とは言えませんよね。人々は治療のためにかなりのお金を使っています。それに他の動物は人間のように歯科医に行く必要もありません。その上人間の場合、永久歯が折れたり抜けてしまうと新しい歯が生えてくることもありません。でもサメの場合、人間とは違って歯が無限に生えてきます。中には2週間ごとに全て新しい歯に生え変わる種もいるほどです。さらにカンガルーの歯も人間のものよりはるかに優れています。もし人体が完璧に設計されていたなら、カンガルーのような歯をしていたことでしょう。カンガルーの場合、歯がすり減ってくると抜けて後ろの歯が前方に押し出されます。人間の歯の問題はそれだけではなく、密集しすぎているという欠点もあります。人間の脳は進化の過程で劇的に拡大しました。そのため顎がスペースを作るためにより広く、より低くなる必要がありました。その結果、親知らずのスペースがなくなってしまったのです。
人類の祖先は食べ物を噛み砕くために親知らずを使っていましたが、食べ物を調理することを学んだことにより親知らずが必要なくなりました。そのため親知らずは退化し始めているのです。実際に発生したケースによると、現在多くのエスキモーを含む約 25% の人々は親知らずが4本なかったり1本も持たずに生まれることがあります。人間の場合、膝もあまり実用的にはできておらず、体の中で最も複雑な関節だと言えます。膝は危険な2本の巨大なレバーの間に挟まれているので、かなりダメージを受けやすいのです。膝は前後にしか動かないので、あまり安全な構造だとは言えません。そのためサッカーやラグビーなどの多くのスポーツでは、相手の膝に横からぶつかることを禁じているルールがたくさんあります。新しくスポーティーなライフスタイルのために改造するとしたら、ヒンジのようなメカニズムの代わりに旧関節にした方がいいでしょう。これは肩や腰のような構造の関節のことです。では皆さん、耳を動かしてみましょう。はい、世の中には犬や猫のように耳を動かすことができる人たちもいます。これらのラッキーな人々は外耳解筋と呼ばれる特別な筋肉によって耳を別々に動かすことができるのです。でもパーティーの時にみんなをびっくりさせるぐらいしか役に立ちません。設計上の欠陥といえば、人間の喉頭も完全に間違った場所にあると言えます。呼吸するための気管と食べ物が通過する食道がつながっていますよね。このスペースは鼻と口から喉頭まで広がっているんです。人間は物を飲み込む際に喉頭の開口部を覆っている小さな歯の形をしたフラップにより食べ物が気管に入るのを防いでいます。でもこのメカニズムは必ずしも素早く反応するとは限らないのです。食事をしながら話していると食べ物が気管に入ってしまうことがよくありますが、相当苦しいですよね。でもクジラの喉頭はかなりうまく設計されています。その秘密は口から離れた潮吹き穴によるものです。喉頭が鼻の中にあれば2つの別々の管に分かれるので、気管に入ってしまうリスクもなくなることでしょう。でもマイナス面もあります。それは普通に話ができなくなってしまうということ。まあクジラのように歌でコミュニケーションを取ればいいのかもしれませんが、鼻声で話せばいいのです。はい、こんな感じです。ちゃんと聞こえたかどうかコメント欄で教えてくださいね。次はバーベキューのリブではなく、あばら骨に関するお話をしましょう。世界には13番目のあばら骨のセットを持つ人々がいます。世界人口の 1-3% は過剰骨と呼ばれる余分なあばら骨を持って生まれています。でもこれらの骨はあばら骨としての機能を果たしてはいないのです。右側か左側に1本だけ余分にある人もいれば、両側にある人もいます。さらに人間は盲腸がなくても生きることができます。まあ胃の調子が悪い時に役立つ細菌を含んではいますが、それ以外には必要なし。そして困ったことに盲腸炎がかなり頻繁に起こっています。本来盲腸には緑色の植物に含まれるセルロースの消化を促進させる役割がありました。これは人々が主に植物を食べていて、動物性食品を食べていなかった時代まで遡ります。ですから現在では必要ないのです。では次に行きましょう。血液は動脈と呼ばれる血管を介して心臓から体中のすべての組織に送られています。血液は1本の大動脈を通り腕と足に流れているのです。腕の動脈は上腕二頭筋にあり、足の動脈は太ももの全部にあります。でも背中にも血液を送らなければならないので、大動脈の代わりに小さな動脈が枝分かれすることによって骨や神経の周りにつながっているのです。このデザインは非実用的なので、異常をきたした際に影響を受けやすく、腕や足がしびれる原因になっています。では上腕の場合はどうでしょう。肘に注目してください。ここでは動脈の枝が尺骨神経と呼ばれる神経につながっています。そのおかげで小指を動かすことができるのです。それに肘の外側の尺骨突起部をぶつけた時に腕がしびれる理由です。これを改良するためには肩甲骨の近くの後部にもう1本の大動脈が必要になります。
この余分な血管があれば血液を直接流すことができます。そして腕や足をぶつけた際にしびれることがなくなります。最後に尾骨を考えてみましょう。人間には尻尾がありませんが、未だに尾骨が残っています。尻尾は類人猿などの祖先にとってはとても大切な役割を果たしていました。高い枝から別の枝へジャンプをする際にバランスを取るために使われていたのです。でも現代の人間は家に住んでいるので木々の間を飛び交うこともありません。尾骨はかなり折れやすいので現在では単なる設計上の欠陥だと考えられています。研究者たちは尾骨を取り除くことによって姿勢も改善されると主張しています。つま先を角にぶつけて鋭い痛みを感じたことがある人なら、なぜ私たちの足はこんなにデリケートなのかという意味がわかるだろう。私たちの足は超敏感な上、毛のない特殊な皮膚で覆われており、神経終末がたくさんあるので、足を怪我するとひどく痛むのだ。しかし、足は私たちが思っているほど繊細ではない。私たちの足は素晴らしいほど精密に組織されている。26個の骨、33個の関節、100以上の筋肉、腱、靭帯で構成されていて、これらが機械のように連動して私たちを動かしているのだ。私たちが走るとき、足はバネのように働く。足が地面につくたびに体重の7倍もの力を処理しなければならない。靭帯、腱、筋肉が巧みに配置されているおかげで、私たちの足はその力の多くを蓄え、地面に返しているのだ。さらに足裏は私たちの全身の健康状態を知るヒントにもなる。そして一組一組の足には個性があり、全く同じものは2つとない。足の大きさ、形、柔軟性、強さ、歩き方はそれぞれ違う。まるで私たちの足には個性があるようだ。しかしなぜ私たちの足はこのようになったのだろうか。研究者たちは初期の人類がいつ、どのようにして直立歩行を始めたのかを解明しようとしてきた。正確には足の指を調べているのだ。二足歩行は人類の進化における大きなステップだった。二足歩行は社会的行動や物質文化の発展など人類の系統における他の多くの変化に影響を与え、そこでこれらの科学者たちは足の進化の詳細を掘り下げ、私たちの種の物語をまとめ上げた。研究チームは中足四節関節と呼ばれる足の長い骨と足の指の骨の間にある特殊な関節を調べてきた。その結果、他の霊長類とは異なり、人のこの種の関節は上向きであることが分かった。しかし、類人猿や他の霊長類は下向きの関節を持ち、手のように足を掴むことができる。最新の研究で研究者たちは、霊長類と人の仲間であるホミニンの化石を調べ、この上向きの関節が最初に出現した時期を調べた。その結果、約400万年前に足の外側の端に最も近い外反母趾に現れていたことが判明した。しかし外反母趾はずっと後、約200万年前まで下向きの関節を保っていた。つまり初期の足は人が二足歩行に適応している間もある程度の端能力を保っていた可能性があるということだ。完全に二足歩行に適応した外反母趾が進化したのは比較的最近のことである。しかし奇妙なことに、私たちの足は最近まで化石記録にはあまり残っていなかった。私たちの足がどのように進化したかを理解することは、人類の進化の物語を解明する上で極めて重要であり、特に二本足で歩くことに関しては重要であるだけに悔やまれる。私たち現代人の足は異なるニーズに合わせて別々に進化した。チンパンジーの足はより柔軟で木登りに適しているが、人の足はより硬く二足歩行に最適である。足といえば、裸足で歩くことの利点について話した方がいいかもしれない。裸足で歩けば私たちの自然な歩行パターンに近づくことができる。それは私たちの体が本来の動きをするようになるからだ。靴は雲の上を歩いているような気分にさせてくれるが、時には特定の筋肉群がその役割を果たし、私たちの体を強化するのを妨げることもある。しかし裸足になると、まず足が地面にどのように着地するかをコントロールしやすくなる。これはバランス感覚や身体認識、さらには痛みの軽減にも役立つ。さらに足のメカニクスが改善され、腰、膝、体幹にもいい影響を与え、適切な可動域と筋肉の安定性により、足と足首の関節の柔軟性と強度が保たれる。そして足に合わない靴のことも忘れてはならない。裸足で歩くことで不適切な靴によって引き起こされる外反母趾や土指などの問題を解消することができる。
足の筋肉の話はまだだっただろうか。裸足で歩くと足が鍛えられ、腰のサポートにも効果的なので、次に柔らかい芝生や砂浜に行くときは、靴を脱いで足をリラックスさせよう。きっと体が感謝してくれるはずだ。足だけでなく、私たちの祖先は脳も大きかったのだ。つまり私たちの脳は縮小したということだ。研究者たちが頭蓋の化石を調べたところ、私たちの脳が小型化し始めたのは約3000年前であることが分かった。1万年から5000年前頃に農業が盛んになり、ウゴのキノコのように文明が芽生え、広大な都市、驚異的な建築物、そして洒落た文字までが混在していた。脳の大きさと IQ の関係は見た目ほど単純ではない。多くの生物は私たちが間抜けに見えるような脳を持っている。何千もの脳スキャンと IQ テストを用いた大規模な研究によって、脳の大きさと IQ はパーティーの2人の友人のようなもので、時には一緒に踊り、時にはソロになり、厳密な相関関係はないことが明らかになった。ある種のアリ社会は、農耕やチームワークなど我々の社会と鏡のように似ている。そして大きな社会を持つアリは、農耕をするとき以外は脳も大きい。しかしチームワークが複雑になると、脳が小さい方がクールな選択になるのかもしれない。2000年ほど前に文字が発明されたこともその役割を果たしたのかもしれない。究極の外部頭脳のようなもので、何かを書き留めればドカンと指先にアイディアが浮かぶ。脳が記憶力をアウトソーシングしているようなものだ。特にゲーマーの方なら最近気になることがあるかもしれない。数えきれないほどの時間をヘッドホンを装着して過ごした結果、思いがけない発見をしたストリーマーがいる。頭のてっぺんにヘッドホン型の溝ができてしまったのだ。頭蓋骨が粘土のように変形することを想像し始める前に科学の話をしよう。ヘッドホンが頭蓋骨の改造に携わっているとはとても思えない。専門家によると、人間の頭蓋骨を作り変えるには135キロの圧力が必要だという。では実際には何が起こっているのだろうか。ヘッドホンは私たちの柔らかい部分に優しい刺激を与え、一時的なへこみを作り、それを滑らかに取り除いているだけなのだ。もう一つは、あなたの携帯電話の持ち方について。デバイスの重さを支えるために小指を使い、一種のロックインポジションを形成していないだろうか。このような握り方が手の健康に何らかの問題を引き起こしているのではないかと考えたことはないだろうか。スマートフォンが大型化し、性能が向上するにつれ、おかしなことが起きている。小指に小さな溝ができていることに気づいた人もいるかもしれない。そこでここで一度誤解を解いておこう。携帯電話を長時間このように持っていると、実はトラブルが起こることがある。ここでよくある問題がこのバネ指だ。基本的に携帯電話を支えるために小指を曲げると、曲げたまま動かなくなることがある。小指が渋滞に捕まってしまったかのようだ。治療には腱のもつれをほぐすための注射や小手術を行うことが多く、手首が手荒れのパレードに参加することになるかもしれない。これは親指や他の指にしびれやピリピリ感を引き起こし、携帯電話を耳に当てるときなど肘を曲げると尺骨神経が圧迫され、薬指や小指にしびれが生じることもある。興味深いことに、立毛筋と呼ばれる小さな筋肉を除けば、私たちの指には筋肉がない。では一体どうやって指を動かすのか。私たちの前腕にある筋肉は、舞台裏で糸を引く人形使いのようなもので、筋肉のマエストロたちが指の動きを指導させるのだが、ここで本当のマジックが起こる。腱は私たちの指先に直接命令を伝える、信頼できるメッセンジャーなのだ。どうだ、指の魔術師だろ。鏡の中で自分の姿を見てみましょう。しっかり目を覗き込んでください。目の端にある小さな組織のひらが確認できましたか。実はこれ、かつて3つ目のまぶたの役割をしていた瞬膜と呼ばれる部分なんです。現在でもヘビやトカゲなどに見ることができる瞬膜は、他のまぶたと同じ目的で使用されていました。ただ人間が瞬膜を完全に発達させたのかどうかは分かっていません。瞬膜は2つのまぶたに比べて薄く、視界を邪魔せずに目を潤すことができます。現在我々に残されているのは目の端の小さなひだのみで、将来的にはこのひだそのものを失ってしまう可能性があります。寝ている間に目の端にたまった目やにに悩まされなくて済むかもしれませんね。さて、せっかく鏡を用意したところで、もう少し下も見てみましょう。もう少し、もう少し、まだまだ。さて、足の指にこんにちはしたら、お別れのお時間です。
遅かれ早かれ将来的には足の指は失われてしまうと科学者たちは考えています。我々の祖先である古代霊長類は効率的に木登りをするために足の指を必要としていました。かつての人間は両手両足を使い木の枝を掴んでいたのです。同じような仕組みは現代では猿や類人猿に見ることができます。類人猿は長く柔軟な足の指と枝にしがみつくことを可能にするパタパタとした平たい足を持っています。この足の可動性のおかげで猿たちは必要であれば地面から物体をつかむことも可能です。我々人間にとっては床に落としたペンを足の指で拾うことすら一苦労ですが、霊長類のお仲間たちにとっては楽勝です。人間は異なる経路で進化してきました。二足歩行をはじめ木から降りたことで時が経つにつれて頑丈な足と短い足の指が必要になってきます。現在我々は母子球を使って足全体から指の先に体重を移動させバランスをとっています。しかし今では人間のバランスは中心に寄っています。小指が極めて小さく親指が大きいのは初めに足の内側に中心が動いたためです。バランスが足から離れていくにつれて将来的に足の指は一つにまとまってしまうかもしれません。さてくるりと回って背中を見てみましょう。スケボーから落ちたり凍結部分で滑ったりした経験がある人は硬い場所に尾骨をぶつける痛みをご存知のはずです。幸い科学者たちは進化の過程で尾骨がすぐになくなってしまうであろうと考えています。尾骨は我々の霊長類の祖先から引き継いだ特徴です。ご先祖様たちは木の枝の上での可動性を高めるために尻尾を必要としていました。木の枝から枝に飛び移るために尻尾を利用していたのです。人間が尻尾を失った明確な時期は分かっていませんが、事実は事実です。木から木へと飛び移っていた輝かしい過去の名残は現在背中の下の方にあるほとんど役立たずの骨でしかありません。さて再び顔に戻りましょう。口を開けてあーと声を出してみてください。親知らずを持たないラッキーなあなたはまさに進化の賜物です。ご存知の通り歯は体内で唯一勝手に修復しない器官です。歯医者というものが存在しなかった過去の暗黒時代に歯を全て失った場合、唯一残された道は流動食のみでした。好ましくはないですよね。科学者たちは子供時代から持っている古くなって摩耗した歯の代わりとして親知らずが生えるのではないかと考えています。だからこそ親知らずは大人になってからしか生えないのです。今日さまざまな歯科学の発達を経て我々はかなりの老齢に達するまでほぼ全ての歯をそのまま残しておくことができるようになりました。一部を失った場合も新しいものに入れ替えることが可能です。そのため親知らずの存在は不要になってしまったのです。親知らず本人たちもそれを理解したのか、大人になってから生死の痛みに悩まされる人は減少傾向にあります。歯といえば我々の顎は過去1万年で変貌し続けており、すぐにさらなる変貌を遂げると予測されています。事実顎は体内でも最も早く変化が見られる場所です。かつて狩猟を中心に暮らしていた時代、人間には生肉を噛み切り植物をすりつぶすための巨大で強力な顎と大きな歯が必要でした。調理や農業を行うようになると人間の食事が柔らかくなっていき、現在のニーズに合わせた小さな顎へと変貌していきます。時が経つにつれ我々の顎の大きさはどんどん縮んでいき、将来的にも小さくなっていく可能性が高いでしょう。あまり噛む必要がない加工食品が溢れていることを考慮すれば、未来の人間は薄い顎の線に平らな頬骨といったような薄い顔の特徴しか持たなくなるかもしれません。消えるのではなく返り咲くかもしれない体の部位も存在します。数百年前およそ 11% の人が膝の裏に位置する小さな骨であるファベラを持っていました。すぐに完全に消えてなくなると予測していた科学者たちですが、確率に反して現代人の 39% がこのような骨を膝の裏に持っています。ファベラが返り咲いた理由ははっきりとは分かっていませんが、最も一般的な説によればご先祖様に比べて我々現代人が身長でも体重でも勝っていることが原因です。
確かにその点においては間違っていません。我々の食生活は改善し、栄養価が増しています。現代人はより長生きして、より成長する術を身につけたのです。我々は進化における身長のピークに達しています。そしてこのファベラは、剣が膝の裏でスライドできるよう平らな表面を提供し、摩擦を軽減して痛みや裂けによるダメージのリスクを下げてくれるのです。大きくなっているといえば、もう一度鏡を見てみましょう。少し筋肉に力を入れてください。おお、いい感じの上腕二頭筋ですね。しかし残念ですが、ご先祖様にはかないません。進化のすべてが 100% いいこととは限らず、進化とは最適に適応した特徴に過ぎません。これこそまさに我々の筋肉に言えることです。時間とともに人間の筋肉は小さく弱体化しています。特に上半身にその変化が顕著に見られます。かつて人間は様々な作業をこなすために、大きく力強い筋肉を必要としていました。狩りや獲物の家までの輸送、道具の作成やシェルターの建設などです。しばらくすると作業は楽になるどころか、ますます難易度が増してきました。畑の耕作、肉体労働と忍耐を必要とする複雑な構造物の建築など、技術的な進歩が進んでくると、肉体的な能力よりも頭脳が必要になっていきます。機械が我々の作業の多くをこなし始め、その作業力は人間に勝るほどになりました。人間はセデンタリーライフスタイルへと移行し、ますます多くの時間をパソコンの前で過ごすようになっていきます。このように以前ほど使用しなくなったことから、我々の筋肉は徐々に減少傾向にあるのです。さらに進歩が進めば、我々はさらにスリムになって、筋肉量を増やすことに苦戦するようになるかもしれません。我々の脳は変わったパターンで変貌を続けているため、特に注目を浴びている分野です。我々の遠い祖先はもともと小さな頭を持っていましたが、現代の人間に最も近い祖先であるネアンデルタール人は、平均的な現代人よりも大きな頭を持っていたとされています。進化の過程で人間の脳は成長していますが、ここ数百年ではサイズが減少傾向です。はっきりした理由はまだ分かっていません。専門家たちによれば、生活様式や社会的なつながりの変化が関係しています。初期の人類は狩猟民族であり、目にするすべての植物や動物、その特徴、物の使い方を記憶しておく必要がありました。親が教えてくれたことをすべて暗記し、さらに自分たちで新たな発見をする博識者だったのです。現代の人間は特定のエリアに特化しています。つまり細かいテーマを深掘りする代わりに、別の分野で仲間に頼っています。古代人は常に誰でも替えが利くように集団で生活していましたが、現代における集団は個々が特定の役割を持っており、替えが利きません。ただ脳の大きさはそれほど重要ではないようです。例えばシャチやゾウの脳は我々より大きいですが、知能で人間に勝っているとは言えません。これで満足ですか？満足したみたいですね。今から1000年後、さらに進化していくと、我々はなかなか驚きの特徴を備えていくようになるかもしれません。一部では海抜の上昇傾向に歯止めがかからない場合、人間は水中で生活できるように進化する可能性があると考えられています。泳ぎやすくするために、手や足に水かきが生えて、水中での呼吸を可能にするエラが発達するかもしれません。あるいは人類が宇宙へ行き、他の惑星を植民地化し始めた場合、その惑星の環境に適応する必要が出てきます。例えば火星は重力が低く、より寒い気候であるとされています。人間は身長が伸びて軽量化し、暖かさを保つために体毛が増えるかもしれません。強力な重力や高い気温を持つ惑星の場合、人間はがっちりとした頑丈な毛なしの生き物に進化していくでしょう。可能性は無限大です。ソーシャルメディアによれば、親指に大きな目が生えただけの小さな玉になるという噂です。メールを打つのには最適って、そうはならないといいですけど。伸ばした腕の感覚はあなたの身長と同じなんですよ。骨格は10年ごとに新しくなっています。ということは、そろそろ新しくする時期かもしれませんね。髪の毛は1日に100本ほど抜けますが、これはごく普通のことです。
仰向けで長時間眠るのは人間だけなんです。コアラも人間と同じように自分だけの指紋を持っています。人間は一生の間に平均して地球を3周する距離を歩きます。人は1本の眉毛に250本から1000本以上の毛が生えているんですよ。また眉毛には寿命があり、約4ヶ月で全ての毛が抜け落ち、新しい毛に生え変わります。ありがたいですね。目は年齢とともに成長しない唯一の器官。人間の DNA の 96% はチンパンジーと類似していて、90% は猫と、70% はナメクジと、50% はバナナと類似しています。あなたの DNA は地球上で出会うどの人とも 99.9% 同じなんです。人間の心臓の大きさは拳ぐらいの大きさ、そして脳はギュッと握った拳2つ分の大きさ。音楽を聴くと鼓動がそのリズムに同調するんです。物を飲み込みながら同時に呼吸をすることはできません。本当ですよ。あなたの脳には銀河系にある星の数と同じだけの神経細胞があります。その数約1000億個。よく人間は脳の 10% しか使っていないと言いますが、それは俗説に過ぎません。休んでいる時や眠っている時でも脳の10分の1以上は働いているのです。人は考え方や外見が自分と似ている人に惹かれやすいんです。正反対の人に惹かれると言われますが、実はそうではないんです。人の体の中で鼻と耳だけは成長が止まりません。人間の脳は小さな電球を動かすのに十分な電気を発生させます。もし人間の目がデジタルカメラだったら576ピクセルの解像度になります。下の模様も指紋のように一人一人異なります。だからといってスキャナーを舐めるのはやめましょう。ピッツバーグ大学の研究で、目の色が青と緑の人は茶色の目の人よりも痛みに敏感であることが分かりました。ですが薄い色の目は濃い色の目よりも光に敏感なんです。人間の体内の微生物は10対1で細胞より多いんです。次は目ですよ。人口の 6% は眼球を振動させたり前後に素早く震わせたりすることができます。目がおかしいということではなく、ユニークな芸当ができるって感じでしょうか。パーティーで披露したいですね。骨についての豆知識。人間の体の約 60% が水分なのは皆さんもご存知ですよね。実は骨もここに入っているんですよ。人間の骨の質量の約 25% は水分でできています。脳はいつも全ての部分が活動しているわけではありません。ですがほとんどが常に働いているんです。現在世界中で2分ごとに19世紀に撮影された写真全てより多くの写真が撮影されています。だからといって現在の写真の方がいいというわけではありませんよ。人間は親切にされたらお返しをするようにプログラムされているんです。この本能は人間が生き残るために互いに助け合う必要があったので発達したのだと考えられています。くしゃみは鼻をリセットするための方法であることが研究で証明されているんですよ。くしゃみは鼻の内側に並んでいる繊毛と呼ばれる細胞を再起動させるのです。くしゃみはまたバクテリアやその他の不要なものに対する最初の防御の一つでもあります。デリケートな鼻の粘膜が花粉やホコリなどの異物に触れると脳に信号が送られるのです。すると脳はそろそろくしゃみをしてくださいと体に知らせます。視覚を司る脳は実は後頭部にあるんです。右脳が左脳の視覚をコントロールし、左脳が右脳の視覚をコントロールします。さあスマホを置いてよく聞いてください。マルチタスクは実際には不可能です。脳は素早く複数のタスクに切り替えることはできますが、それを同時に行うことはできません。そのような切り替え自体が望ましくありません。そして間違いが増えることが研究で明らかになっているんですよ。さらに物事を行うのに通常の2倍の時間が必要となります。だから一つのことに集中するのです。でも一つ例外があります。何度もやったことのある身体的な活動をしているときは同時に精神的な作業も行うことができるのです。ですので階段を上ったりシャワーを浴びたりしながら仕事の問題を考えることが簡単にできるというわけ。食べ物は誰かが作ったものの方が美味しいですよね。同じ材料を使っているのにカフェのサンドイッチの方がより美味しそうに見えるのはそのためです。ある研究ではその理由は自分で料理すると時間がかかるからであるとされています。
なので、いざ食べようと思ってもあまり気が進まないのです。あなたの体には地球を2周半するのに十分な血管があります。人間は1年のうち4ヶ月は眠っているんです。一生分を合計すると26年になります。そのうち6年だけが夢を見て過ごすことになります。私たちは起きてから5分以内に夢の 50% を忘れてしまう傾向にあります。10分経つと 90% が失われます。体の細胞の一つ一つに 1.5GB の情報があります。100兆個の細胞で計算すると、我々は強力な歩くコンピューターのようなものなんです。あくびをすると脳が冷やされます。眠っていても耳は動いていますが、脳は入ってきた情報を無視するんです。下にある凸凹は味蕾ではなく、乳頭と呼ばれるもの。乳頭のすべてに味覚があるわけではありませんが、あるものにはそれぞれ1個から5個あります。体の原子の 99% は空洞なんです。それなのに夕食後に満腹感を感じます。不思議ですよね。脳は生まれてから18年間成長し続け、40歳を過ぎると10年ごとに 5% ずつ小さくなっていくそうです。ああ、それでって納得しちゃいますよね。人間は起きている時間の 10% は瞬きするため目を閉じていることになるんです。指を動かす筋肉は実は前腕にあります。足の長さは前腕と同じ。親指と鼻も同じ比率。足の爪は指の爪の3倍遅く伸びます。あなたの肺は同じではありません。右肺は3葉、左肺は2葉です。髪の毛は眠っている時の方が伸びるスピードが速いんです。髪より早く伸びるのは骨髄だけ。我々の体は30分で2リットルの水を沸騰させるのに十分な熱を放出します。脳は体が生み出すエネルギーの 20% を使用しています。体は暑い日に体を冷ますために、寒い時に温めるよりも多くのエネルギーを使っているんです。人は睡眠を取らないより、食事を取らない方がずっと長く生きることができます。胃酸は金属を溶かすことができるんです。胃酸はとても強いので、胃の内壁は3日から4日ごとに新しい粘膜を作らなければならないのです。筋肉があるという意味においては、人間の舌は象の鼻やタコの腕のようなもので珍しいんです。人間の爪はサイの角や馬のひづめと同じものでできています。サイがそれなら自分によこせって言っているのが聞こえますよね。え、聞こえない？爪は指先を守るためにあります。もしなかったら物をつかむことができませんからね。人は一歩歩くだけで200種類、お箸を使うだけで50種類の筋肉を使っています。チョップスティックスという曲は2本の指で弾けるんですけどね。ほとんどの人が1分間に125の単語を話します。脳は1分で800単語を処理できるんです。え、私ですか？私は185単語が限界。肌は27日間で完全に新しくなります。自分で自分をくすぐることはできません。脳はすでにいまいち消化不良になりそうな知識。皆さんの胃の容量は実は結構大きく、2リットル分のものを収めることが可能です。そう、あの大きなペットボトル1本分。じゃあ実際の食べ物だったらどれくらいかというと、これが簡単には計算できません。固形物の多くは歯によってすりつぶされていきますからね。ただ、七面鳥の丸焼き一つは入らないだろうと想像することはできるでしょう。チキンの丸焼きならおそらく入ります。じゃあ、胃はどこにあるかと聞かれたら、ついついお腹を刺してしまいそうになりますね。でも残念ながらそれは外れ。胃は実際にはもう少し上、あばらの間に収まっています。盲腸はやがて人の体から消えると言われています。その存在意義は未だに分かっていません。おそらくはその昔、祖先たちが木の皮などを消化していた頃の名残だろうと予想されます。もう我々はそんなものを口にはしませんから、盲腸もその役目を終えたのです。亡くなっても困ることはありません。用済みなのは盲腸だけではありません。親知らずだってそうです。歯がボロボロ抜け落ちていたその昔には役に立っていましたが、現代はというと抜くのに余計なお金がかかるだけ。目に見えなくとも人間の体の表面はほとんどが毛に覆われています。おへそにだって生えてるって知ってました？その目的は皮膚をゴミから守ること。
気をつけてみると結構気づけます。皆さんの体を守るボディーガードが肝臓、毒素やその他の物質を体の外へと追い出してくれます。また再生能力が高く大きな怪我にも耐えられます。体全体の中であなたが占めているのはたったの 43%。 では 50% 以上は何か。それは腸内などに住んでいる細菌です。体細胞の総数は体内の細菌の数に負けているんです。それでも体細胞の数は100兆個ほど。そう、あなたは一人じゃない。ということはあなたの体に存在する遺伝子も半分以上があなたではないことになります。体内に潜んでいる細菌すべてを取り出して DNA を数えると、その種類は200万から2000万になると言われています。人が眠っている間、体は完全に眠りにはついていません。脳は人が起きている以上に働くことだってあるのです。無数の情報の処理やそれの整理にはとても時間がかかります。一方、しっかり眠りにつくのが鼻。寝ている間、人の嗅覚は働きません。寝室が突然臭くなっても気づきはしないでしょう。何がとは言いませんが、私たちは普段自分の鼻の働きにあまり気づきません。でも実は鼻がなくては食事も楽しむことができないんですよ。食べ物の味の 80% は鼻と嗅覚によって感じられます。食べながら鼻をつまむと味はよくわからなくなります。嗅覚がなくなってしまうと食べ物を食感で区別するしかなくなってしまうため、そうすると玉ねぎとリンゴの区別をつけるのが難しくなります。ちょっと挑戦してみたという方はコメント欄で結果を教えてくださいね。これまで人は1万通りの香りを嗅ぎ分けることができると言われてきましたが、どうやら間違っていたようです。最新の研究では人が嗅ぎ分けられる香りの数が1兆通りにまでアップしました。また人は匂いに関する記憶が一番優れ、匂いによって遠い記憶が呼び覚まされることもあると分かりました。鼻は呼吸や嗅覚を司るだけではありません。空気をフィルターに通して弱い喉や肺を守ってくれます。乾燥した空気を吸い込んだ時はそこに湿度を加え、熱い空気は冷まし、冷たい空気を温めます。また空気に混ざったゴミも取り除いてくれます。年とともに脳はその大きさを縮めます。75歳の脳は30歳の脳よりも小さく、脳の萎縮は40歳から始まります。この現象は誰にでも起こり、それで知力が減るということはありません。脳の短期記憶の容量は7ビット。携帯電話にも劣ります。たとえそれが2005年のものであったとしても、ほら、例えば電話番号の暗記って結構苦労しますよね。人間の短期記憶は黒板のように働きます。情報を書き込むことはできますが、すぐにスペースがなくなってしまいます。短期記憶の能力を試したい方はこちらのテストをどうぞ。友達に単語を10個書いてもらい、口に出して読んでもらいます。大抵の人が覚えられる単語の数は7個以下なんだそうですよ。脳のラムであるワーキングメモリーは私たちが日々の活動を行う上で重要です。会話やネットサーフィン、犬を撫でる行為をするのだってこれに頼ります。鮮明に覚えている記憶はかえって曖昧だったりします。その細部が脳によって作られたまやかしだったとしても、記憶に対する自信が全てが本当だったと私たちに信じ込ませてしまうのです。年齢とともに縮むのは脳だけではありません。あなたもまた縮みます。骨は弱くなり、背骨は関節が狭くなります。夜寝ている間にも同じような現象が起こります。横になっていると関節が緩むため、朝起きた時には夜に比べて身長が高くなります。哺乳類の中で常に二足歩行をする動物は人間だけです。カンガルーやゴリラは一見二足歩行をしているように見えますが、カンガルーは尻尾を3本目の足として使っており、ゴリラも長い腕を使ってバランスを取らなくてはなりません。骨も体の新陳代謝プロセスの一部に含まれています。骨にはカルシウムが多く含まれており、血液のカルシウムが不足した時にはそれを血中に流します。また同様の反応が逆方向に起こることもあります。
血中のカルシウム濃度が高まった時には余った分が骨に蓄えられるのです。体で一番ユーモアのセンスのある骨は肩と肘の間にあります。その名も上腕骨。本当は上腕骨なんでもありません。生涯成長しない骨は私たちの耳にあります。その奥にある小さな骨は音の振動を伝えるために存在しており、私たちが音を聞く上で不可欠です。医学用語では耳小骨連鎖と呼ばれています。そのうちの一つ、アブミ骨は体で最も小さな骨です。米粒一つよりも小さいんですよ。人の身長や体の形、皮膚の色は祖先が暮らしていた環境によって決まっています。と同時に、自分の世代でも体は周りの環境に適応しようとします。例えば平地から山地へ引っ越した人は、酸素の薄い環境下で暮らせるように血中の赤血球数が上昇します。寒冷な気候から温暖な気候へ移り住んだ人は肌の色が暗くなります。人間の寿命は細胞にプログラミングされています。細胞は頻繁に新しくなり分裂し続けますが、どこかでそのプロセスがストップするようにタイマーがセットされているのです。一部の細胞はその他の細胞よりも早く分裂をしなくなります。平均値を取ると細胞分裂は人が100歳になったところで分裂をやめるようです。つまりこのタイマーを騙す方法さえ見つかれば、人は永遠に生きることができるようになります。体脂肪はただの厄介者ではありません。体の断熱材、エネルギーの貯蔵庫、衝撃吸収装置としての機能を持っています。体が体脂肪をお腹周りに蓄えたがるのは、臓器がそこに集中しているから。体に危険が及んだ時に臓器を致命傷から守ってくれます。頭に入れたい知識、頭蓋骨は一つの骨ではなく28の別々の骨からなっています。そのうちの多くは脳を守るためにつなぎ合わさった骨。下顎骨は唯一周りの骨とつながっていない骨です。腱や筋肉によって支えられているため、可動域が広く好きな方向へ動かすことができます。下顎骨を使って咀嚼しましょうね。咀嚼とは食べ物を噛む行為のことです。人体で最も強い筋肉は腕や足にはありません。頭にあるんです。咬筋と呼ばれる筋肉は文字通り噛む時に使われる筋肉。正しく物を食べるにはこの筋肉が強くある必要があります。耳を動かす時に使える筋肉、これはこめかみに位置し側頭筋と呼ばれています。物を噛む時にも役立つ筋肉です。お次は最速の筋肉、それはまぶたにあります。弱い眼球を守るためには稲妻のような素早い反射が必要になります。まぶたの筋肉は目を 0.1 秒で閉じることができるのです。親指が二重関節の人はそれを逆方向に曲げることができます。まるで特殊能力で、できる人も限られています。これ自体は何の異常でもありません。見た目は痛そうですが、できる人たちは平気で行うことができます。人間の目は紫がかった青、緑がかった黄色、黄色がかった赤の3色を認識することができます。その他すべての色はこの3つの組み合わせによってできています。人の目が認識できる組み合わせの数を計算することは困難です。色は人それぞれで見え方が若干違うためです。しかし平均するとだいたい100万色なのだと言われていますね。人はあくびをするとき、口と舌の筋肉を使います。そしてこの筋肉の収縮が時折唾液腺を圧迫することがあります。すると唾液は線を描いて30センチメートル以上も飛ぶことになります。あくびをする人はそのことに気づきません。そういや、大学時代の同級生にそんな特技を持っている人がいましたね。その唾液の正体はろ過された血液。特殊な線で処理された血液の成分を細胞が回収すると、しまいにはその液体が唾液となるのです。ではお次、仮に人の脳が USB メモリーだったとしましょう。ありえない例えですが、脳の容量は10から100テラバイト以内になると予想されています。
一部の研究者は最大で 2.5 ペタバイトにまで達するとも考えているようです。ちなみにウィキペディアの英語版テクストを全て合わせるとそれは2010年時点で 5.6 テラバイトだったのだといいます。人間の体温は安静時であっても4.5 リットルの水を30分で沸かすことができます。やりたくなる特技かも。脳は1秒間に1系の情報処理を 10W のエネルギーで行います。同じ処理をコンピューターで行おうとすると 1GW の電力が必要となります。これは電力換算で30万世帯分に相当します。人間の記憶は体の姿勢の影響を受けます。例えば誰かに手を振った記憶は立って手を振る行動を取った際に思い出されやすい傾向にあります。人の脳には無数のニューロンがありそれぞれ一つ一つが違っています。またそれぞれの接続速度も個々で違っているのです。そのため一部の情報は早く思い出すことができます。人間の神経信号は電気信号に比べるとずっと遅いことが分かっています。ニューロンは時速 432km の速度で情報を伝達しますがこれはなんと世界最速の車よりも遅いのです。それでも痛みやくすぐりといった刺激に即座に反応する必要がある脳にとっては十分速い速度と言えるでしょう。脳そのものに痛覚はありません。脳にはシナプスボタンが存在しないのです。赤毛の人は人類全体の 1%、 生まれついての金髪は 2% です。そう、映像で見るブロンドのほとんどの人は地毛を染めていたりするんです。そして最も多い毛の色は黒髪となっています。髪は強いだけでなく伸びやすい特徴も持っています。濡れた髪は長さの 30% まで伸びるのです。平均的な髪の伸びる速度は1年で 15cm ですから80歳になるまで髪を切らなかったとするとその長さは 1200cm になる計算となります。これは4階建ての建物と同じです。しかし髪の長さは遺伝子によって決められているため実際にそのような長さになることはないようです。人の目は自動車のエンジンに似ています。どちらも潤滑剤としての液体を必要とします。エンジンにはオイル、そして目には涙が。目が正しく機能するためには涙が全体に行き渡らなくてはなりません。そのため人は1日に1万回の瞬きをします。目の筋肉は人体の中で最も素早い筋肉です。人は1秒間に5回以上瞬きを行うことができます。人は毎分6秒間を瞬きに費やします。人は日中30分間を暗闇で過ごします。それは人が目を閉じるからで睡眠時間はこの中に含めません。人体の中で唯一血液から栄養を受け取らない部分は目の角膜です。角膜に必要なのは涙と目の前側に存在する液体のみ。最近では感情変化のために涙を流す動物は人を置いて他にないことが定説となりつつあります。悲しみや喜びを理由に涙を流す動物は他にいないのです。目の瞳孔が広がったり狭まったりする目的は目に入り込む光を調整するためです。周りの光が多い時は瞳孔が光の通り道を狭め目をダメージから守ります。対して暗闇では瞳孔が開きできるだけ多くの光を目に取り入れようとします。お口の話題へ戻りましょう。舌には筋肉が集中しています。その中の一部の筋肉は外国語を発音しようとしない限りはつらない筋肉です。人の噛みつきは非常に不衛生なものです。人の口の中にはバクテリアがうようよいるのです。そういう意味では人はハイエナに近いかもしれません。人の骨は毎日使われ続けても耐えられるような構造をしています。また体重の 2,3 倍の重さであれば支えることができます。しかし歯は骨をさらに凌駕する強さを持っています。人が何かを噛んだ時に歯が加える圧力は 90kg にも及びます。歯のエナメル質は骨格に含まれる部分です。
人体の 60% は水分ですが、骨にも水分は存在します。人の骨の全重量の 25% は水分からなります。胃の中に存在する胃酸の股の名は免疫系最強のディフェンダー。食べ物に含まれる毒素やウイルス、細菌を無力化する力を持っています。胃酸の強さは胃そのものも溶かしてしまうほどです。しかし胃の粘膜がそれを防いでくれているのです。1日に2度歯磨きをしてマウスウォッシュも欠かさず使っていたとしても、人の口内は人体で最も汚い部分の一つに含まれます。その中には無数の細菌が住み着いています。しかし幸いなのはそのほとんどが善玉菌で、悪玉菌やウイルスから体を守る働きを持っていてくれることでしょう。人とキリンの首は似ています。人とキリンがそれぞれ首に持つ椎骨の数は同じなのです。違っているのはその長さ。キリンの椎骨は一つが25センチメートルほどもあります。人の背骨は450キログラムほどの重さに耐えることができます。大人のシマウマほどであれば支えられますね。とはいえお家で真似はしないでください。特にシマウマのいるお宅では。仰向けになり膝を掲げると背骨にかかる負担は11キログラム程度になります。この重さはシマウマというより猫。人の背骨は柔軟でしっかり曲げた場合、円の3分の2を描くことができます。ということは人は蛇に近いということなんでしょうか。人の身長は朝高くなり夜低くなります。寝ている間に重力の影響から解放されるため背骨が伸び 1.2 センチメートルほどの差を生みます。日中背が縮むのは困りものですね。ジェットコースターは実際に人の内臓を動かします。胃が落ちていく感覚は実はそのままだったりするのです。指紋は個々人で違うと思っていますよね。確かにそうなのですが、さらに舌の舌紋や体臭も人それぞれで違います。誰かに匂いを嗅ぎ回られているときはやっぱり怪しまれてるってことなんですね。血管を1本につなげると子宮を2周以上する長さになります。とはいえ自分自身の血管を見ることは叶いませんね。そんなことをしたら死んでしまいますから。体は寝ている間休んでいると思いがちですが、脳はずっと動きっぱなしなんです。むしろ日中よりも活発に活動しており、集めた情報を忙しく処理しています。脳をいたわってやりたいものですね。人の肝臓は体で最も忙しく働いている臓器。500以上の機能を備えており、そのすべては未だ解明されていません。お昼を食べた直後に眠くなる理由は外日リズムが原因です。これは24時間サイクルで動いており、目を覚ましてから7時間後に休養を取るよう命令を出します。そこに満腹感が加わると、そりゃあもう簡単ですよね。視痛と頭痛は三叉神経によってつながっています。この神経は下顎から頭にまで通じているため、歯が痛くなると頭痛がある感覚が起こります。カロリー消費は何をしていても起こります。例えば8時間たっぷり寝た時の消費カロリーは800キロカロリー。食べている最中ももちろんエネルギーは消費されます。全ての哺乳類と同じく、人も海に深く潜る際に体の機能をスローダウンさせる神経を持っています。この神経は人が溺れることを防ごうとするのです。これは心拍数も低下させることができます。人は何も食べずに20日間生きることができます。しかし10日間睡眠を取らないと体の機能は停止します。睡眠といえば、平均的な人は見た夢の 90% を忘れると言われています。それはいいことなのかもしれません。さもなければどれだけ頭の中がクレイジーになることでしょう。夢の色は子供の頃に見たテレビの色に左右されると考えられています。白黒テレビを視聴していた上の世代の人々は夢も白黒であることが多く、カラーテレビ世代は夢もカラーで見ることが多いのだと言います。地球の人類1万人に1人の頻度で体の臓器が逆配置になっている人がいます。例えば肝臓は左側の方が大きく、
右の腎臓が左の腎臓よりも大きくなっているといった違いがあります。腎臓といえば、左の腎臓は右の腎臓よりも高い位置にあります。これは肝臓の右側が大きいから。ブルーやグリーンなど目の色が明るい人は、目の色が暗い人に比べると痛みに対してより我慢強いと言われています。目の色を変化させるメラニン色素に関係があるのではないかと言われています。足のサイズは前腕の長さと同じ。嘘だと思う人はやってみて。ここで見ていてあげますから。いや、やっぱり今回はこれでお別れとしましょうか。電話が鳴っています。時刻はもう夜の11時。緊急事態かもしれません。ですが電子機器はどれも静かなんです。音は耳の中で鳴っているようです。加えてシュッという音やブーンという音、口笛や轟音も聞こえます。しかしどれも外からの音ではないのです。この音は英語でファンタムサウンドと呼ばれています。片方もしくは両方の耳で起こり得て、その頻度は様々。夜周りが静かな時に気づくことが多いそうです。耳鳴りと呼ばれているこの症状は 15% から 20% の人々が経験するそう。カタツムリのような形をした耳の内部から始まります。その名も蝸牛。中耳は音波を拾い、内耳で電子インパルスに変換されます。次に感覚神経がこれらのインパルスを脳に運ぶのです。内耳が正しく機能しないと脳は音を誤って解釈します。耳鳴りは蝸牛の神経に何らかの変化があるときに発生します。チェーンソー、削岩機、うるさい音楽、さらには叫び声などなど、うるさい音によって引き起こされるのです。また頭や首、耳を怪我した後や特定の薬を服用し始めた後にも耳鳴りが起こることがあります。血圧に問題があるのも原因の一つです。人体は本当に素晴らしいもの。腸に住んでいる一部の細菌はなんと電気を生み出すことができます。ショッキングな事実ですよね。電子を放出し小さな電流を作るのです。これは細菌のバックアップシステムである可能性が高く、エネルギーを生成する方法なんです。動物の中で顎の先の部分を持っているのは人間だけ。我々に最も近いゴリラやチンパンジーでさえ、顎から前の方に伸びるこの小さな骨が欠けています。彼らの下顎は前歯から下口の方に傾いているんです。科学者たちはこの謎をまだ解いていません。なぜ人間の顎がこのようになっているのか、意見は異なります。一部の科学者たちは顎の先は食べ物を噛む手助けをしてくれると考えています。中には話すことと関係しているという人もいるそうです。さらにはただ単に顎ひげを伸ばす特別な場所だと考える人もいます。まばたきは目を清潔にしっとりさせる役割を持っています。しかしそれだけではありません。我々はまばたきをするたびに瞬間的睡眠をとっているんです。ワシントン大学の研究者は、まばたきをすることで注意力を高めることができ、ちょっとした充電器官として機能しているということを発見しました。明るくて青い空を見上げた時、小さな点が波線で動くのを見たことはありませんか？点が見えるのは一瞬で、小さなミミズのように見えるかもしれません。これらは網膜の前の毛細血管を通って移動する白血球です。網膜とは目の後ろにある光に敏感な組織のこと。不思議なことに、ほとんどの人は言われないとこの点に気づきません。脳にある消化腺がメラトニンを生成します。メラトニンとは睡眠パターンを調整するホルモンです。腺は松の実のように見えるので消化腺と名付けられました。人間の脳の 73% は水分であり、心臓についても同じことが言えます。だからこそ脳がたった 2% の水分を失っただけで疲れを感じ始めるんです。また記憶力が悪化し、注意力も落ち、気分も落ち込み出します。ちなみに脳はあなたが水を飲みすぎたり飲まなすぎたりしないように管理します。水分を取ると口と喉は脳に信号を送り、飲むのをやめるように指示するのです。この信号がないと
液体が細胞に届くまでの10分から60分間ずっと水を飲むことになるでしょう。13ミリ秒の間に目は物を確認し、脳はその間に画像を処理します。ちなみに平均的な瞬きの長さは100ミリから400ミリ秒です。体の中で舌は一番強い筋肉ではありませんが、決して疲れません。そのように作られているんです。8つの織り交ぜられた筋肉で構成されています。しかし他の筋肉と異なり、支持骨の周りに位置していません。舌の構造は象の鼻やタコの触手に似ています。体は可視光を発します。だから僕はサニーって呼ばれているんです、なんてね。最も明るいのは午後4時で、最も暗いのは午前10時。残念ながらこの輝きは目で見えるものよりも1000倍弱いです。汗は主にタンパク質、糖分、そしてアンモニアなど様々なものが混ざったものから成り立っています。銅、亜鉛、ニッケル、鉄などの微量金属も少しだけ含まれています。汗の味がしょっぱいのはナトリウムが入っているからなんですよ。塩の摂取量が多ければ多いほど塩はしょっぱいです。体は余分なものを外に出そうとしますが、汗をかくのが最も早い方法。大人の体で血液は体重の 7% から 8% を占めます。血液の約 55% は液体結晶、残りは赤血球、白血球、そして血小板です。血平を形成し出血を防ぎます。飲み込むと同時に呼吸はできません。飲み込んだ食べ物と吸い込んだ空気は最初喉の同じ部分を通ります。もう少し奥まで行くと食べ物と液体は食道に流れ、空気は気管に流れます。飲み込むと気道は勝手に閉じる仕組みになっているのです。間違えて食べ物を吸い込まないようにする役割をしてくれています。しかしまあたまに間違えます。ほら咳き込むことがあるでしょう。脳はたった1分で48以上の思考を生成することがあります。つまり1時間で3000の思考、1日で6万9000の思考という計算になります。利き手の方が爪は早く成長します。例えば右手をよく使う場合はより頻繁に爪を切らなくてはなりません。また夏と日中の方が爪は早く成長します。脳は最大1万の異なる顔を記憶することができます。ですが一般的な平均は5000です。ただしだからといってその人の名前も覚えているというわけではありません。ここで言っているのは特徴を認識することのみ。どんなに真実を隠そうとしても鼻は嘘をつけません。人は嘘をつくと鼻と目の内側の角の温度が上がります。この現象はピノキオ効果と呼ばれているんです。女性は男性よりも舌の表面に多くの味蕾を持っています。だからこそ 35% の女性に比べて 15% の男性しか優れた味覚を持っていないんです。彼らは他の人よりも強く味を感じることができます。体の中で自らの修復ができないのは歯。しかし歯を覆うエナメルは人体の中で最も強いです。多くの場合心拍は聴いている音楽と同期します。ロックのように音量やテンポが連続的に増加すると心拍数が上がります。逆にクラシック音楽は心拍数と血圧を下げてくれるんです。この現象はプロのミュージシャンからアマチュア、さらには音楽愛好家まで全ての人に影響を及ぼします。体には200万から500万の汗腺があります。汗腺が生成する汗にはストレスの汗と通常の汗の2種類があります。ストレスによる汗には脂肪酸やタンパク質が含まれています。一方通常の汗は主に水と塩、そして他の物質が少量入っています。歯の磨きすぎというものも存在するんですよ。エナメル質がすり減り、そうなると冷たい食べ物や熱い食べ物に非常に敏感になるんです。1日12時間同じ方向に歩いた場合、世界を移動するには約800日かかります。海を渡る時のためにゴム長靴を用意しましょう。胃酸が皮膚と接触したら穴が開くでしょう。
それはすべて塩酸のせいなんです。このタイプの酸は信じられないほど強力。マグネシウムや亜鉛などの一部の金属を簡単に溶解できます。塩酸は胃が生成する胃酸の主成分です。免疫システムを保護し、摂取する食べ物のウイルスと細菌を取り除きます。この酸はまた、タンパク質を含むあらゆる種類の栄養素を分解、消化、吸収するのに役立ちます。皮膚のすぐ下にミニ毛細血管が集中しているため、唇は赤く見えます。小指はとても強力。小指がないと手は力の大部分を失います。人差し指と中指は親指と協力することで物を掴んだり握ったりすることができるのです。そして小指と薬指が一緒になると握力に変わるというわけ。体内で最も脂肪を持っている器官は脳。なんと脂肪は空重量の 60% を占めます。この性質により脳はギネス世界記録に載りました。臓器には体のコレステロールの 25% が含まれており、これは脳の健康に欠かせません。すごいですよね。骨格の細胞は再生し続けるのです。だからこそ誰もがおよそ10年ごとに新しい骨格を手に入れるんです。このプロセスは年齢とともに遅くなり、再生に時間がかかります。これが骨が細くなる主な理由の一つ。視覚探索に不可欠な種類の脳細胞が新たに発見されました。それは標的細胞と呼ばれていて、これがないと人混みの中で友達を見つけたり、公園の中で愛犬を見つけたりすることができません。興味深いことに、標的細胞は探しているものがどのような見た目をしているのかを気にしません。そのオブジェクトがターゲットかどうか、それを知りたいだけなんです。大半の人は人間には五感しかないと信じていますが、それは完全に正しくはありません。人間の感覚は味覚、触覚、嗅覚、視覚、聴覚だけではありません。科学者たちは合計で9から20の感覚があると主張しています。これらの感覚には次のものが含まれます。温かさの感覚である温度感覚、バランス感覚の平衡感覚、さらに時間の感覚を備えている人もいます。昔の研究では血液型は8種類しかないとされていました。でも実際には30種類以上の血液型があります。ちなみにブライトサイドのお気に入りの血液型は B ポジティブ。理由はわかりますか？体内で脂肪が 0.45 キロ増えるごとに酸素と栄養素を供給するための新しい血管が 1.6 キロ生成されるんです。胃は胃酸で消化されないように6日ごとに新しい内壁を作り出しています。神経細胞は1秒間に1000の神経インパルスを伝達していて、時速 1.6 キロから430キロで移動しています。人間の DNA には10万のウイルスが含まれています。そして科学者たちによって1億年前に遡るものまで発見されています。人体は実際に光を発しています。その輝きは午後4時に最も明るくなり、逆に午前10時に最も弱まります。でも残念ながらこの光は人間の目で見られる光の1000分の1の明るさなんです。汗は主にタンパク質、砂糖、アンモニアなどの物体が混ぜ合わさった液体で、銅、亜鉛、ニッケル、鉄などの金属も微量に含まれています。汗の味が塩辛いのはナトリウムによるものなので、塩分を多く摂取するほど汗が塩辛くなります。発汗は体が不要物を取り除くための最も素早い方法なんです。時速約 3.2 キロで歩いていると、体重は 450g 減らすまでに約20時間歩き続けなければなりません。そして赤道を一周するためには518日と8時間かかります。耳垢は英語でイヤーワックスと呼ばれていますが、実際には脂肪、皮膚細胞、汗、汚れなどからできているんです。脳は生後1年で3倍のサイズになり、25歳で完全に成熟します。脳の 60% は脂肪によってできていて、約 23W の電力を作っています。これは小さな電球をつけるために十分な電力なんです。
人間はマルチタスクを行うことはできません。脳は同時に複数のことを実行できないからです。そのためプロセスを何度も切り替えて行っているため、時間を節約することができない上、間違える可能性が高くなります。試験を受けるときや大切な仕事に集中するときにはガムを噛んでみましょう。ある研究によると、集中力を必要とする仕事に対して長時間集中できるようになると言われており、カフェインよりも効果的だということです。でもガム自体に特別な効果があるわけではなく、噛むことにより脳が目覚めるのです。でも20分間しか効果は見られません。受精後3ヶ月の胎児にはすでに指紋があります。人間の骨はコンクリートの4倍硬いんです。体内で最も強い骨は大腿骨で、大人30人分の体重を支えることができるんです。さらにすごいのは、骨が複合材料でできているということ。つまり骨は硬いと同時に弾力性があるということになります。日焼けは放射線被曝の結果なんです。人体の自然な防御機能が紫外線に反応し圧倒されると、有毒な反応が起こって日焼けとなるのです。鳥肌は人間の祖先から伝わる進化反射なんです。当時はアドレナリンの分泌によって毛を逆立てることにより捕食者を威嚇していたのです。人体は毎日 0.5 から 1.5 リットルの唾液を生成していて、食物を消化したり感染症を予防する効果があります。ちなみに口の中には多くのバクテリアがいますが、その平均量は地球上の全人口とほぼ同じ数なんです。人間の頭には約15万本の髪の毛が生えています。髪の毛はそれぞれ月に約 1.25 センチずつ伸びているんです。髪の一本一本が成長した長さを合計すると、たった1年で約16キロの長さになります。髪は想像以上に強く、1本の髪にリンゴの重さである 85g を吊るすことができます。頭の毛の強度をすべて合わせると2頭の象の体重を吊るすことができるんです。心臓の鳴らす鼓動する音は大動脈弁が開閉する時の音。心臓の細胞は怪我をしない限り複製されません。角膜は人体で血液が通っていない唯一の部分であり、空気を通して直接酸素を得ています。人間は座っていたり立っている時には気分を良くするポジティブな思い出を思い出しやすくなります。これは背中を伸ばすことにより血流が向上し、脳により多くの酸素が通うようになり、機能が向上するためだとも言われています。世界中で最も低い声を持っている人は、彼自身を含めた人間には全く聞こえない音を出すことができるんです。でも象はその音を聞くことができます。静脈が青く見える理由は、光が皮膚と脂肪の層を通過して到達しなければならないためです。皮膚は血液を反射する前に白色光の赤い部分を多く散乱させます。その結果、青い光しか跳ね返らないのです。嗅覚障害の人は匂いを感じることができず、異嗅症の人はそれとは反対で存在しない匂いを感じるのです。人間の脳には1000億個のニューロンがありますが、その 73% が水でできています。これは心臓の場合も同じです。脳は水分の 2% を失うと疲れを感じ始め、さらに記憶力が低下し、注意力も散漫になり気分が悪くなります。青い目を持つ最古の人々は7000年前の石器時代に生きていました。右の腎臓は肝臓があるため小さめで、左の腎臓よりも下にあります。脳は水が不足したり飲みすぎないようコントロールしています。液体を飲むと口と喉から脳に信号が送られ、飲むのをやめるように指示します。この機能がないと液体が細胞に到達するまでの10から60分間水を飲み続けることになってしまいます。人間の目はわずか13ミリ秒で物を見ることができ、脳はすでにその画像を処理しています。ちなみに普通の瞬きの速度はたったの100から400ミリ秒。舌は体の中で最強の筋肉とは言えませんが、決して疲れることのない器官です。それは舌の構造によるもので、8つの筋肉によって構成されているため。さらに舌は根元が骨に接続されていない唯一の筋肉なんです。他の筋肉は両端が骨とくっついています。これは筋肉を収縮させて動くためです。口の中には60億以上の約700種類のバクテリアが繁殖しています。
人間の皮膚は人体で最大の器官で、バスタオル2枚の表面積を覆うことができます。皮膚は体重の約 16% を占め、合計の面積は約2平方メートルにもなります。1分あたり65のペースで1日8時間入力し続けたとしても、ヒトゲノムをタイピングするのには約50年もかかります。暑い時にはすぐに疲れてしまいます。これは体温を下げるために、体に余分な負担がかかるためです。ですので肉体的にきついことをしていなくても疲れてしまうのです。人体には78の臓器がありますが、生存に不可欠なのは脳、肝臓、腎臓、肺、心臓の5つだけなんです。午後11時に電話が鳴っています。緊急事態に違いありません。でも実際には家中のすべてのガジェットはサイレントモードになっているので、鳴っているのは自分の耳だったようです。さらにシュッという音や口笛のような音やブーンという音や轟音などが聞こえることもあります。でも実際にそのような音がしているわけではありません。これはファントム音源と呼ばれるもので、時々片耳か両耳に聞こえることがあります。静かで気が散らない夜の間に聞こえることが多いようです。女性は男性よりも舌の表面に多くの味蕾があります。女性の 35%、 男性の 15% がスーパーテイスターだと言われますが、これが理由の一つだとされています。ちなみにスーパーテイスターとは、他の人よりも味の感覚が敏感な人のことです。左利きの人は通常左側で噛むことが多く、右利きの人は右側で噛む傾向にあります。指紋の部分に怪我をしても同じ固有の模様が再生されます。呼吸の際、一つの肺は吸入した酸素の 5% しか使っていないんです。質問です。あなたは自分の体について何もかも知っているって思いますか？本当に？それでは、成人の骨の 25% は足にあるってご存知でしたか？実は味覚側、舌の上の突起じゃないってことは、今回は目を見張るような事実をいろいろお教えします。痛い！いえ、文字通り目を切って開けるわけじゃないですよ。ブライトサイドは手術はしませんから。未来の動画ではするかもしれません。どちらにしても、聞いたら驚いてしまう生物学の面白い事実をたくさん集めましたよ。人間の胃の内側は3日から4日で新しくなります。そうやって胃が自分を消化してしまうのを防いでいるんです。人間の脳には860億以上の神経細胞があり、100兆の接続で互いにつながっています。これは天の川銀河の星よりも多い数字です。ところで、その途方もない数の脳の神経細胞を数えるとしたら、最長3000年かかります。早く始めた方がいいですよ。手の爪は利き手の方が早く伸びます。言い換えると、右手で字を書く人は右手の爪をより頻繁に切らないといけないんです。また手の爪は夏と日中の方が早く伸びます。脳が体の別の場所に信号を送るとき、その信号は時速 430km で神経を通ります。スポーツカーよりもずっと速いんですよ。人間は人生の中で4年を食事に費やします。え？レストランのサービスってそんなに遅いんでしたっけ？冗談ですよ。人間の体で最も速い筋肉は、瞬きをするときに使う筋肉です。収縮スピードは1回の瞬きで100分の1秒以下です。1日に1万5000回以上瞬きすることがあります。平均的な人は一生で45トンの食べ物を消化します。象を7匹合わせた重さです。でも象ってどうやって食べるんでしょうか？一口ずつですよ。人間の DNA を全部解くと、全部で160億キロメートルになります。地球から月までの距離の4万倍です。不眠症でない人は、おそらく人生の約3分の1を寝て過ごすことになります。でも人間よりもっと眠る生き物もいます。例えば犬は一生の 44%、 ニシキヘビは 75% です。たった1日のうちに体のすべての血液は1万 9000km 以上移動します。地球の周りを半周する距離です。人間の骨格は10年で完全に新しくなります。ええ、手術をしなくてです。
成人は一歩歩くのに約200の筋肉を使います。だから私に運動不足だなんて言わないでください。人間の体からは毎分3000の皮膚細胞が剥がれています。2時間で20万、1年だと 4kg になります。皮膚細胞ダイエットってわけですね。でも心配ありません。体には常に3億個の皮膚細胞がありますからね。それに皮膚細胞は28日から30日ごとに新しくなっています。肝臓は人間の臓器で唯一完全に再生します。元々の肝臓の重さの 25% しかなくても元の大きさに再生することができます。皮膚細胞は大量のホコリとなりますが、ベッドの下だけでなく地球の大気中にも存在します。空気中に浮かんでいる剥がれた皮膚細胞を全て集めたら、ホコリの重さは合計で最大10億トンになります。これは大ピラミッドの150倍の重さです。すごい比較ですよね。味覚芽はとても小さいため裸眼で見ることができません。下にある小さな突起が味覚芽だと思っている人が多いですが、これは舌乳頭と言います。本当の味覚芽はこの突起の上にある毛のようなもののところで、味覚芽は寿命がとても短いんですよ。最長で10日から14日しか生きられません。味を感じられるのはわずかな時間なんです。人間には平均して10万本の髪が生えています。1年で15センチメートル伸びるので、一生のうちに12メートルほど伸びることになります。眼球が眼窩の中で動く音が聞こえる人がいます。心地よくはなさそうですね。体の他の部分と違い、耳と鼻は成長が止まりません。長時間水中にいすぎると肌がシワシワになります。ですがそれは水を吸収するからではありません。体が濡れているとき、手足の指にシワがあると滑りにくくなります。車のタイヤの溝、トレッドが新しい方が滑らないのと同じ理由です。人間の目ってすごく性能がいいんですよ。1000万種類の色を見分けることができるんですから。人間の脳は休息時、体のエネルギーの 20% を使います。寝ている時も起きている時と同じだけのエネルギーを使うんです。それで1日あたり330カロリーを燃焼します。成人の骨は 25% が足にあります。そのほとんどが小さいですが、とても重要です。これらの骨がきちんと配置されていないと体全体に影響してしまいます。人間は1日に2万回呼吸をします。止めようとしないでくださいね。私は今日連続で呼吸した日数の自己最高記録を更新しました。明日には記録を超える予定です。人間の骨はとても矛盾しています。同じ幅の鉄の棒の約5倍強いのですが、衝撃を受けると折れ、かなり脆いんです。指には動かすための筋肉がありません。指の関節を動かしている筋肉は全て前腕と手のひらにあります。人間の体は37兆個の細胞があります。地球の人口は70億人ですから、体一体にその5000倍以上の数の細胞があるということになります。もちろんライフスタイルやどれぐらい動くかによりますが、人は一生のうちに平均して最長で18万キロメートル歩きます。これは地球から月までの距離の半分、そして地球の周りを4回ぐるっと回った距離です。嗅覚障害、無嗅覚の人は匂いを嗅ぎ分けたり感知したりできません。でも自分が臭くなることはできますよ。失礼。水分が体重の 1% 失われると人は喉の渇きを感じ始めます。 5% 以上失われると気を失う可能性があります。水分喪失量が体重の 10% 以上になると脱水症で命を落とすことも。重さに基づいて言うと、体の中で最も強いのは顎の筋肉です。私のは発達しすぎです。常に体の中で5万個の細胞が新しい細胞に置き換えられています。以前私が働いていた会社みたいです。人生が終わるまでに平均的な人間は最大150兆種類の情報を思い出せます。車のキーをどこに置いたかということ以外は。指紋はひどい損傷を受けても治ると同じ模様になります。
強力なくしゃみのスピードは時速 160km 以上です。フリーフォールをするスカイダイバーぐらいの速さです。片方の眉毛の本数は平均して250本ほどです。そして4ヶ月で完全に生え変わります。脳の記憶の最大容量はハードドライブの約 4TB です。写真だと800万枚以上になります。自然に仰向けで寝ることができるのは人間だけです。類人猿でも普通は座った姿勢で何かに寄りかかって寝ます。人間の最も長い骨は大腿骨です。尺骨突起部ではないんですよ。そして最小の骨は耳の中にあります。お米一粒よりも短いんです。体で一番大きな組織は皮膚です。薄いですが重さはなんと4から5キログラムもあります。健康で栄養の行き届いた飼い猫ぐらいの重さです。頭蓋骨は一つの骨に見えますが実際は29の骨でできています。体の部分の中で唯一自己回復作用がないのは歯です。残念ながら右利きの人は食べ物を口の右側で噛む傾向があります。左利きの人はそう、その反対です。耳を動かせる人の中で 30% のみが片方だけを動かせます。才能ですね。誰でも腰にエクボがありますが、よく見える人とあまり見えない人がいます。このエクボは骨盤が仙骨につながっている場所にできます。あまり見えないとしてもそこにできるのは道理が通っているんですよ。右の肺は肝臓のためにスペースを空けるため左よりも短くなっています。そして左肺は心臓のためにスペースを空けるため幅が狭くなっています。一般的に男性の肺には女性の肺よりも多くの空気が入ります。驚いたことにテレビを見ている時よりも睡眠中の方がカロリー消費が多いんです。これは朗報です。60歳になると味覚がが 50% 失われます。飛行機での移動中は髪の伸びる速さが2倍になります。気圧が高いためだと思われます。目の焦点を合わせる筋肉は1日に10万回動きます。足の筋肉を同じように動かすには 80km 歩かないといけません。音楽を聴くと心臓の鼓動が音楽に同調します。我々の皮膚は最も早く成長する臓器であり、強靭でありながらも柔軟性に富んでいますよね。防水であると同時に通気性があり、外部から守ってくれるバリアーとなっているんです。そして自ら再生します。体温調節を助け、水分が失われるのを防ぎます。私たちの皮膚は有害な紫外線をブロックする天然色素であるメラニンを発達させ、今日の姿に進化させたのです。特殊な汗腺は私たちの祖先が不快な環境の中で長距離を歩くときに体温を調節するのに役立ってきました。200万から500万個の汗腺があるんですよ。日常生活が活発な人ほどより多くの汗をかきます。あなたの体には運動を続けられるように体を冷やす時期が来たと認識するメカニズムがあるんです。呼吸は空気を内部と外部に動かすだけではありません。呼吸によって顔の形が文字通り変わることもあるんです。鼻で息をすると時が経つにつれて頬骨の輪郭がはっきりしてきます。また舌が顎に対して加える力が強くなるため顔の幅が広くなるんです。口で呼吸をすると舌を置く場所がありません。ですので時とともに顔の構造が変わるのです。顔は幅が狭くなり頬骨があまり目立たなくなります。また口で息をする人は頭を後ろに傾ける傾向にあるのです。そうすることで頭が後ろに傾き、脳の奥の方にある頭蓋骨の内容物が増える傾向にあるのです。これは姿勢や顔や首の形に直接影響します。ミレニアル世代、つまり1981年から1996年の間に生まれた人々は年配の人々よりも物忘れがひどいと言われています。物忘れの主な原因はより高いレベルのストレスから来るものなのです。ですのでリラックスした方がいいですね。我々の左肺は心臓と共有しているため右肺より小さいですよね。人間にはイタチザメのような大きな歯はありませんし、他の動物のようにたくさんの歯があるわけでもありません。
でも研究によるとサメの歯は非常に丈夫なエナメル質でコーティングされているのですが、我々の歯より強いわけではないんです。人間の歯には歯全体が割れないように歯を接着するタンパク質があります。サメとは異なり、私たちは歯を失うことがありません。サメの歯は私たちのように仕込んで歯茎にくっついているわけではないので、1週間に約1本ずつ歯が抜けていくそうです。ところで皆さん、なぜ足の爪があるのか不思議に思ったことはありませんか？爪はケラチンからできています。これは毛皮、鍵爪、蹄爪、髪の毛に含まれるタンパク質。鍵爪とは異なり、私たちの爪は平らで幅が広いのが特徴ですよね。爪は足の指や指の先端を怪我から守る役割を果たしているんです。また爪は硬いので、いろいろなものを掴んだり分けたりするのに便利。爪がなければシールを台紙から剥がしたり、ジグソーパズルをつまんだりすることは難しいでしょう。猿も同じように足を使って繊細な作業をしています。霊長類は枝をしっかり掴んだり、ダニを駆除したりと同じようなことをするために爪を進化させたと科学者は考えているんです。人間の体は暗いところで光ります。人はわずかに生物発光するんですよ。この光は私たちが目で見ることができる光の明るさの1/1000。でも他の動物はこの光を簡単に見ることができます。人間の目はかなり敏感なんです。でもいつも周りに光があるので、人間の目の敏感さを試す機会なんてほぼありませんよね。人間の細胞は体内の全細胞数の 43% に過ぎず、残りは微小な生物なんです。つまりほとんどバクテリアと菌類で構成されているということ。我々は基本的に腸内細菌の DNA と自身の DNA が混ざったものなのです。人体に最も多く含まれる元素は酸素で 65% です。リチウム、コバルト、金、ウランも含まれています。最も希少なのはラジウム。人間は平均して1日に20回あくびをすると言われています。疲れている時など部分的には自然に出るのですが、近くにいる人があくびをした時にも出ることがあるんですよ。科学者たちはそれがソーシャルミラーリングと呼ばれるものである可能性があると考えています。通常動物が他人を真似るのはその行動が便利で自分もそれをやろうと考えるからです。人間の場合、誰かが足を組んだり笑ったり微笑みかけたりあくびをしたりするとそれが起こるのです。ホットコーヒーはアイスコーヒーより美味しく感じることがありますよね。あなたの未来の受容体は食べ物が室温または室温より少し暖かい場合に最も敏感になります。ですので苦さを感知する未来はコーヒーが冷たい時の方が敏感になるので、ホットコーヒーを飲むと苦味を感じにくくなるんです。小指は小さな力持ち。小指がないと手の力はかなり落ちてしまいます。人差し指と中指は親指と協力して掴んだりつまんだりします。そして小指は薬指とともに握力を発揮するんです。骨はコンクリートの4倍も硬い。あなたの体の中で一番強い骨は大腿骨。大腿骨は大人の体重の30倍までの重さを支えることができます。さらに不思議なことに、私たちの骨は複合材料でできています。つまり硬さと弾力性を同時に持っているのです。足の皮膚の表皮は体の他の部分よりも厚いんですよ。心臓には独自の電気系統があり、体から切り離されても鼓動を続けることができます。眉毛1本の平均寿命は4ヶ月。私たちは人生の 40% を目を閉じたまま過ごしています。その大半は眠っている時なんです。でも瞬きしている時や運転している時も忘れずにカウントしましょう。成人の場合、血液は体重の 7% から 8% を占めます。血液の約 55% は液体の結晶です。残りは赤血球と白血球、そして血小板。血小板は血栓を作り、出血を防ぐ働きがあります。飲み込むのと呼吸は同時にはできません。飲み込んだ食べ物と呼吸した空気は最初は喉の同じ部分を通ります。ほんの少し奥でその通路は食べ物や液体用の食道と空気用の気管に分かれます。お腹が空いた時に鳴るお腹の音にはボルボリグミという名前がついているって知っていましたか？全体の約3分の1の人は左右どちらかの眉毛を上げることができます。
これは冗談を言いながら相手に遊び心のある合図を送るには最適な方法ですよね。しかし両眉を別々に上げることができる人はもっと稀なんです。あなたにはできますか？できないと答えた方、それはまだ対応する筋肉を制御して動かすことができないからなんです。これは練習することでできるようになります。鏡の前に立ち、手で片方の眉を押さえ、もう片方の眉を上下に上げます。そしてもう片方の眉毛も同じようにします。こうすることで別々に動かすことを覚えることができるんです。肘を簡単に舐めることができたり、親指を前腕に触れることができる人いますか？できると答えたあなた、すごいですね。できる人は少ないんですよ。でもさらに体が柔らかい人がいるんです。このような状態は可動性亢進症と呼ばれています。稀に頭を足の間に挟んだり、バックブリッジをしたり、あらゆる種類のスプリットをしたりと、まるで蛇のように奇妙な姿勢で体をねじることができる人っていますよね。ですが可動性亢進症の人は髄質が大きいため過敏になることがあります。髄質は感情の処理を担う脳の部分のこと。水着だけを着て寒い中でも快適に歩くことができる恐れ知らずの人たちがいるんです。雪の中に裸足で立って、さらに凍った川や氷に開いた穴に入って泳いだりもできます。通常この才能は自然に備わっているわけではなく、彼らは極寒の気候に耐えられるようになるまで何年も体を鍛えているんです。もちろんかっこいいからやるだけではありませんよ。くすぐったさって誰かにくすぐられた時にしか感じませんよね。くすぐったさは脳の中で動きをモニターして、自分自身の動きによって起こる感覚を予測する小脳という脳の部分によって生じています。そして神経系の別の場所に信号を送ります。稀に自分でくすぐったいと感じることができる人がいますけどね。そのような人は脳がまだ認識していない新しい感触に触れたり、頭皮マッサージ器を使ったりすることで神経を興奮させ、リラックス効果をもたらすことができるのです。鏡の前に立って口を開けて、舌の左右の端を上に向かって丸めて U 字型の形を作ってみてください。 65% から 81% の人は生まれつきこれができます。大多数は女性のはず。遺伝的な能力だと考える人もいますが、実は近年の研究で練習するとできるようになることが示されています。ケチャリムドラはヨガの用語で、舌の先を口の奥の方に丸めることを意味します。耳をわざと小刻みに動かすことはできますか？できる人は珍しい能力の持ち主。片耳を小刻みに動かすことができるのは世界人口の約 22% のみ。両方を同時に動かせるのは 18% のみです。このように耳を動かすのは人間の遠い祖先にとっては普通のことでした。当時はいろいろな耳の動かし方ができたと考えられています。この動きをするのに使われる筋肉群は耳介筋といって、現在はほぼ必要ありません。ですが時間をかけて練習すれば誰でもできるようになるという人もいます。犬や猫のように音を聞いた時にその方向に耳を動かす、あの習慣は残念ながら人間は身につけることができません。